今から資源エネルギーに関すする調査会会を開会いたします委員の異動についてご報告いたします昨日までに田辺正代君が委員を辞任されその補欠として片山大輔君が選任されました参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします原子力等エネルギー資源に関する調査のため今期国会中必要に応じ参考人の出席を求めその意見を聴取いたしたいと存じますがご異議ございませんかご異議ないと認めます なお、その日時及び人選につきましては、これを会長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。原子力等エネルギー資源に関する調査のため、今期国会中、必要に応じ政府参考人の出席を求め、その説明を聴取することとし、その手続きにつきましては、これを会長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を取り計らいます。 原子力とエネルギー資源に関する調査を議題といたします新たな時代に向けた我が国の資源エネルギー像のうち我が国資源エネルギーの展望について調査を行うにあたって本日は気候変動と資源エネルギーについて参考人から意見を聴取いたしますご出席いただいております参考人は公益財団法人地球環境産業技術研究機構システム研究グループグループリーダー主席研究員の秋元慶吾君 東京大学公共政策大学院教授、有馬淳君、および特定非営利,法営利活動法人機構ネットワーク理事、平田公子君でございます。この際、参考人の方々にご一言、ご挨拶を申し上げたいと思います。本日は御対応のところ、党調査会,会に出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 皆様方から、忌憚のないご意見を賜り、今後の調査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。議事の進め方でございますが、まず、秋元参考人、有馬参考人、平田参考人の順に、お一人20分程度でご意見を述べいただき、その後、各委員からの質疑にお答えいただきたいと存じます。なお、ご発言は着席のままで結構でございますそれでは秋元参考人からお願いをいをたします。 挙手をいただけたら、はい、秋元参考人、はい。 ええとそれではですねあの私の方からエネルギーとですね気候変動関連の状況分析と今後の対応の在り方としてですね、えー、ご説明いただき、えー、させていただきますでまず、えー、こちらのグラフでございますけれども世界の経済成長と CO2 排出量の関係を示しておりますあの横軸に世界の GDP 縦軸にですね CO2 排出量をとっておりますあの見ていただきいてわかるようにですね GDP と CO2 排出 排量は非常に強い相関が見られるということでございます。一方、2013年から16年にかけてですね、世界の CO2 排出量はほぼ横ばいになりつなってきていたという状況がございまして、これは GDP と CO2 排出量のデカップリングがですね、成功したのではないかという意見もあったわけでございます。ただ我々の分析からしますと、これの原因,要因を見てみたということでございます。そうしますと。 実はですね、世界の CO2 排出量大きな直線のトレンドと比べてですね、2 0 1リーマンショック以降の2011年から13年あたりにかけてですね、急激な伸びを示したということでございます。この要因は何かと言いますと、中国の鉄やセメントを大量に作ったという状況でございます。ただ余剰に作りすぎましたので、その生産調整が必要で、2013年から16年にかけて横ばいになったという動きが。 大きな要因の一つでございますでもう一つの大きな要因は、米国のシェールガスの影響でございます。シェールガスは安価に使えるようになったということでございまして、自立的に、経済自立的に石炭からあ天然ガスへ、米国ではシフトが行われてきたということが影響しまして、世界の CO2 排出量は大きく横ばいの傾向が見られたということでございます。ただ、それではですねこの傾向が将来も続くのかといいますと、我々の見方はそう甘くはございませんで、 これからあの今後、中国と非常にですね経済が発展する中で、世界の CO2 排出量は潜在的にまだ伸び続ける状況にあるだろうというふうに見られるわけでございます。さらに、ですね直近の動きとしましても、2016年までは横ばいでしたけれども、2017、18年とまた増える傾向が出てきております。なぜかととととといいいいいまますす中国の生産調整が一段落したうう状況でで伸びてきてきるということでございます結局なかな 中ですね、この世界の CO2 排出量は止められていないということがよく理解しておく必要があるかと思っております。で続きまして、えー、こちらはです、ね、電力を見たものでございます。横軸、同じく世界の GDP でございますが、縦軸は電力消費量を取っております。えー、先ほどのグラフ以上にです、ね、非常に GDP と電力消費量の強い性の相関関係が見られるということでございます。えー、言い換えますすと gdp をを伸伸ばばにはです、ね、何らかの形で電力消費を伸ばしていく 必要があるまあ逆に言いますと電力消費が伸びることによって GDP が伸びていると、まあ、これは近代国家である以上ですね何らかの経済活動にはエネルギーが使われる特に電力というのは非常に重要な財であるということでございます。それでは 国別に見たらどうなるのかということがこちらのグラフでございます。あのえー、先ほどは非常に単純な直線になっておりましたが、ここは横軸一人当たり GDP、縦軸に一人当たり CO2 排出量を取りまして、世界の主要国について、えー、記載したものでございます。えー、望ましい姿は、ですね右下の方に動いていくということが望ましいわけでございます。要は、GDP は伸びるんだけども、CO2 排出量は減っていくという姿で、 でございます日本はどこにあるかと言いますと、真ん中あたりに赤い線で記載しておりますが、まあ、横ばい傾向を続けながらです、ね、まあ、どちらかというと GDP が増えながら CO2 排出量も緩やかに増加しているという状況でございます。一方です、ね、右下あたりにです、ね、スウェーデンやです、ね、スイス、そしてもう少し手前の方でいくとフランス等があるわけですけれども。 えー、こちらはですね、えー、CO2 排出量は1人当たりでは小さい割にですね、えー、GDP のが高い国ということになってますし、えー、右下の方に少しずつですね移行しているような風にも読めるわけでございます。ただ一方で、世界は非常に多様でございまして、えー、米国な,なんかはですね非常に高いところにいますし、中国はまだ左の方におりますけれども、急激に CO2 排出量を伸ばしているということでございます。 ので少し小さいように見えますけれども、中国は人口が多くございますので、えー、相当大きな CO2 排出量をだとなって、ですね世界で最大の CO2 排出量を出しているということになっております。えー、続きまして、それではですね右下の方にあったですねスイスやスウェーデン、フランス、ノルウェーといったような国が、ですねどういう電源構成になっているのかということでございますが、えー、赤あの、暖色系の色が、ですねき燃料でございます。えー その他水力が薄い水色、真ん中あたりにです、ね、薄い、えー、黄緑色のような色で表示した部分がありますけれども、ここが原子力でございます。えー、見てわかるようにです、ね、これらの国は水力と原子力に非常に大きく依存して、低炭素の社会を作っていると。 といいうことでございます日本はご一番右に記しておりますが、化石燃料等バランスを取れたような形になってきておりましたが、震災以降、ですね化石燃料に大きく依存するような形にならざるを得なかった、今、そういう状況にあるということでございます。 よってですね、今、よく議論があるのは、炭素プライスをつけて、炭素税等を入れて、ですねこの脱炭素化の方に移動させようという動きがありますけれども、これらスイスやスウェーデン、フランス等とノルウェーといった国は、ですね炭素価格が入ってるわけでございますが、もともとこういう低炭素なエネルギー構成になってるので、そういう炭素税とかそういうものを入れやすいという構造があるということをご理解いただかないといけなくて、えー、可石燃料にある程度依存性 せざるを得ない日本においてあまり大きな炭素税とかですねそういうものを入れてしまうと非常に経済に大きなインパクトが出てくるということでございます でもう一次のグラフでございますが、えー、こちらは欧州のです、ねえー、排出量の動きを示したものでございます。えー、少しグラフ、複雑で申し訳ございませんが、えー、生産ベース CO2 と書いてある、えー、水色の棒グラフの方をまず注目していただきたいと思いますが、欧州は皆様ご承知のようにです、ね、CO2 排出量は減ってきております。この水色のグラフでいきますと、1995年から2011年にかけてです、ね、8%減っているという推計でございます。 ただですね、これは普通のいう CO2 排出量、要は煙突から、その国の煙突から出ている CO2 排出量をカウントしたものが生産ベース CO2 でございます。一方、オレンジの部分、これが非常に注目すべき排出量でございますが、これは専門用語では消費ベース CO2 というふうに呼んでおります。何かとといますと例えば欧州が中国で鉄を作っっててもらって でそうすると鉄を作るときに CO2 が出ますので、その CO2 カウントは生産ベース CO2 では中国にカウントされるわけでございますが、それを鉄を欧州が輸入したり、ですねもしくは他の製品に変えた形で、電気製品とか、もしくは自動車とか、他の製品に変わった形で輸入して、最終的に欧州でその製品を使ったとすると、欧州が使った、排出したというふうに見なすということで、計算したものでございます。すすすぐ分かるようにででね世界全体で足し合わせますと 生産別 CO2 も消費別 CO2 も一緒になるということですけれども、どこで生産したかによってこの動きが違ってくるということです。そうしますと、欧州は消費別 CO2 で見ますと、2007年から8年ぐらいには11%も増えていた。で、2011年の推計でもですね、2%しか減っていないということでございます。何かと申しますと、製造業、エネルギー多消費の製造業を外の外海外に押し出してですね、代わりにサービス産業等に転 関すするるこことととによっってて見かけ上が減っていいいうことでございますただ、世界の CO2 に対しては全く削減に貢献していないということでございます。一方、日本はどうかということでございますが、同じグラフになります。日本の場合は生産ベース CO2 もほぼ横ばい、消費ベース CO2 もほぼ横ばいということでございます。消費ベース CO2 で見ると、欧州と同じ2%減ということで、生産ベース CO2 の削減率は、欧州に比べ見劣りがしますけれども、消費ベース でではほ,ほぼ同じとといいうことでございます何かと申しますと、日本の場合は、しっかりですね製造業を国内にそれなりに維持しながら、ですね労働者の雇用を維持して、えー、対策が取れてきているということでございまして、欧州は一方で製造業を、えーまあ、潰すような形になって、労働がですねうし、えー、雇用が失われる形がなって、代わりにサービスのところで稼いでいるということでございます。あの典型的には次のグラフで申し上げたいと思います。 こちらは同じことでございますが、原単位を見たものでございまして、GDP あたりの CO2 排出量ということで、日本と米国、欧州、スウェーデンということを比較したものでございます。上のグラフでいきますと、こちらが生産ベース CO2 で GDP を見たものということになりますが、そうしますと、赤いラインが日本になりますが、あまり下がっていないように見えるかと思います。一方、スウェーデンに関しては、急速に改善してきていると。要は生産あの るといのような形に、見えるわけでございます一方、下のグラフ、消費ベース CO2 で同じグラフを作り直してやるということをしますと、ほぼ、ここで表示した4つの国はです、ね、ほぼ同じラインを通っているということでございます。1つだけ違う,違うのは、日本が2011年以降です、ね、原発が停止したことによって、化石燃料に代替せざるを得なかったことで、CO2 が増えているということ。 ことが見えますけれどもそれ以外の部分に関してはほとんど同じペースで下がってきているということで全然ですねスウェーデンや英国他の国とですね見劣りしているような動きは示していないということでございます でそれではです、ね、コストの話をです、ね、少し申し上げたいと思いますすみません、このグラフは非常に複雑で細かいので,です、ねあの、ピンポイントであの、ポイントだけ申し上げたいと思いますけれども、これはです、ね、英国の産業部門別にです、ね、エネルギーコストをどれぐらい負担しているのか、そしてその産業がどれぐらい成長しているのかを示したものでございます。横軸軸がが部部門門別ののの成長率縦軸がその部門のエネルギーコスト の負担率とといいうことでございますそうしますと見てわかるようにです、ね、右下の方に下がっているということが見えます要はエネルギーコストを負担していない国、えー、産業部門については成長率が高いと、えー、一方でエネルギーコストをです、ね、負担が大きい産業例えばです、ねえー、素材産業みたいなものはそうですけども鉄とかです、ね、化学製品とかそういうものは原材料から作らないといけませんのでエネルギーの消費量が大きいわけでございます。そういう いう産業は低成長になってマイナス成長の方になっているということでございますで右の方にある産業はどういうところかといいますと金融とか保険とかですね 人材派遣業とかですね、そういうところはエネルギーの消費が少ない産業ですので、えー、成長が割と高いような状況になっているわけでございます。英国はどうして成長しているかというと、あの、欧州の統合の中でですね、そういう金融とか保険業という部分がシティの中ところでですね、非常に成長する形が作ることができてですね、代わりに製造業がエネルギーコストの負担を受けてですね、かなり苦しんでいるという状況でございます。同じことはドイツでも言えるということでございます。 ちょっと時間の関係上、詳細は割愛させていただきます。 で続きまして今申し上げたことをですね少し全体解釈させていただきますと英国はですね電力コストが非常に上昇してきていますただその負の経済影響をですね金融とか保険を含んだサービス部門での競争力の強化でですね補ってきたという背景がございますこれは欧州の統合とかですね欧州の統合によってさらにそこで高度な人材が移民として流入してきているという部分で成長を押し上げてきたということでございます 一方で、ご承知のように製造業の労働者がですね雇用環境が悪くなって失業等が起こってですねこの不満がブレグジットを一つの引き金として引き起こしているという実態がございます一方、ドイツについてはですね電力コストは大きく上昇してきたわけでございますがまあここは家庭部門に電力コストの上昇をですね負担を押し付けている部分もありますがそれ以上にですね欧州統合という枠組みの中で足を引っ張っている国があるわけです。南欧の諸国は ですね、イタリアとかギリシャとかスペイン等はですね成長率が非常に低くて足を引っ張ってるんで欧州の誘導が相対的に安い形になってるわけですそうするとドイツがそのおお安いですね誘導を使って製造業の競争力を高め海外に輸出することができるようになっているとただ日本にはそれは当てはまらないということをよく理解する必要があるかと思いますイタリアはあまり製造業の競争力もありませんしサービス産業の競争力も少ないので非常に低成長そして失業が多くなす 多くなっているという状況でございます。で、フランスについては。 あの、ご承知のように燃料税増税ということを行おうとしましたけれども、イエローベスト運動の抗議活動が非常に高まってですね、一旦事実上撤回しているという状況でございます。これもサービス産業が大きいパリあたりのですね、都心部とですね、田舎の方の地方の実際にはもう車を使わざるを得ない公共交通機関整備できていないようなところとの認識のギャップが非常にある中でですね、こういう問題が起こってきているということですので、 全体例えば日本全体でですねどういう状況なのかということをよく理解した上で政策を打たないといけないという非常に大きなですねメッセージを発しているのではないかというふうに思いますで米国はシェールガスでう少しうまくいきつつあるということでございます日本はですねこういうことを学びながら適切な政策を打っていくってことは重要でしょうというふうに思うわけでございますで続きまして2030年日本はああ約束、えー、国別貢献ということでパリ協定の下でですね NDC と呼ばれ るるものを提出しているわけでございますす排出削減目標です、えー、ご承知のように2013年度比で26%減というのがあ日本の削減目標でございますがこれをですね米国は2005年比で26から28%減 EU は1990年比で40%減という数字を出しておりますが2013年比で揃えますと日本の26%減というのは最も厳しい数字を出している最も意欲的な数字を、えー、国際 的にでですすねコミットしていいいるという状況でございます、えー、さらに申し上げますと中国一番下でございますが中国も約あの NTC というものを出しておりますがこれは2030年 CO2 排出減単位をです、ね、2005年比で60から65%削減するというもので数字だけを見るとですね日本よりも相当大きい意欲的な数字を出しているように見えるわけでございますただこちらは減退目標と呼ばれるものですので GDP が成長すればですね自動的にこれは改善していく 形になりますので我々の推計では大体、えーね、排出量に直しますと2005年比で105からですね129%増えるということで2倍からですね2.3倍ぐらいにですね増えるような目標しか出していないということでございます。 続いて、それではですねもう少しコストの面で各国の目標を評価しましょうということですコストはですね評価が非常に難しいので不確実性があるということはご理解いただきたいと思いますただ、これはライトのですね我々のモデルを使って詳細に評価したものでございますそうしますと日本の排出削減目標というのはスイスに次いで2番目ぐらいに非常に厳しいコストのかかる対策目標を出しているということでございます一方方下の方に行っていただくと インドウクライナ中国等はゼロということとでございいますがゼロというのはどういう意味かと言いますと経済の成り行きに従っていれば目標を達成できるような目標しか出していないということでございますこの費用に差があるということはどういうことかと申しますと日本の製造業特に製造業の国際競争力を損なってしまうという可能性があるということでございますこの負担をです、ね、製造業は背負いながら、えー、国際競争に立ち向かっていかないということにならないといけないわけでございます ので非常に慎重にですね、目標の議論ということは引き続きやる必要がありますし、世界の特に中国と低いところの目標に関しては引き上げを求めていくということは必要だろうというふうに思うわけでございます。で、長期の目標でございますが、 長期あのパリ協定の下でも二度目標等が定められているわけでございますがこれは IPCC のグラフでございます、えー、非常にです、ね、厳しい排出削減目標を二度目標というものはプレッジしているわけでございます、えー、そう簡単にできる目標ではなくてですねやはりイノベーションがなければ到底できるような、えー、削減目標ではないということをご理解いただきたいと思いますあの数字の議論は飛ばしますけれども非常に大きなあ限界削減費用が生じるよう そうすると我々が考えていかないといけないのはです、ね、もっとその費用をかけなくても経済自立的に CO2 を下げるようなです、ね、イノベーションを生み出していくということは何より重要でそうしなければ2度目標といったようなです、ね、非常に厳しい国際的な目標を達成することは不可能だろうということでございます。 こちらはそのイメージ図でございますが、左のグラフ、普通はですね、ベースラインシナリオと破線で書いているところ、CO2 排出量は普通に掘っておくとかなり伸びていきますので、二度目標等の赤いラインのようにですね、非常に厳しく削減していかないといけない。そうするとギャップがありますので、ギャップをですね、例えば炭素価格のようなですね、価格シグナルとかですね、そういう政策によって埋めていかないといけないという議論があるわけでございますが、 こういうふうに国際競争力に配慮しないといけない中で国際協調ができればいいですけどパリ協定のもとで,です、ね、先ほど見たように限界削減費用が非常に違うような状況でそれほどまあ協調ができるかというと現実には非常に厳しいんだろうと思っておりますそうしますと右の形にありますようにベースラインでも CO2 が減っていくようなイノベーションを誘発しないといけないということでございますそれではイノベーションというのは何なのかということを申し上げたいと思います が今 IT AI 等のですね革新がものすごく早く進んでおりますこの AI とか IT っていうのは一見温暖化対策技術やエネルギー技術だという感じはしないかと思いますけれども実は これがですね、いろいろな形でですね、製品に対価され、ものに変わっていくことによって、エネルギーが、えー、消費がですね、下がっていく可能性を大きく秘めているわけでございます。右側の、えー、でですね、いろいろな家電製品書いておりますけれども、えー、それを消費使うとですね、消費量がですね、相当大きいわけです。しかもその製品を作るのにまたエネルギーがかかるわけでございます。ただ、左側にあるようなですね、スマートフォンのような形になってくると、相当小さいエネルギーでの消費量 し消費になりますし、退、え、化、ー、されたエネルギーといいますけれども、その作るためのエネルギーも小さくて済むということでございますし、さらに、この完全自動運転で自動車がシェアリングされるというような社会が、この AI とか IT によってやってきたとすると、自動車の稼働率が非常に高くなりますので、自動車の台数が少し少なくても済むようになる、しかもライドシェアというものになりますと、CO2 の排出量が、エネルギー消費量も CO2 の排出量も減っていくということになるので、それを誘発する のは ai とか it といったようなイノベーションですしさらにそれを制度的に支援するような政策というものは非常に重要だということでございますちょっとあの時間そろそろだと思いますので飛ばして総括意見ということを申し上げますが 最初の部分あの、気候変動は深刻なリスク、被害をもたらす可能性があってです、ね、リスクを認識して対応に当たっていく必要があると、ただ、温暖化の影響被害っていうのは、それだけがリスクではなくて、対応するためのコストもリスクなわけでございます、あまりに非常に大きな経済負担を持ってです、ね、これに当たってしまいますと、日本の製造業の競争力が失われ、コストが上がってです、ね、これがまたリスクを生んでくるということでございますので、総合的なリスクマネジメントが重要 で長期的には、ですね賞味で CO2 排出量をいつかゼロにしないといけないということでございますが、ただ、えー、そ,そこに至る間に関しては、不確実性を持って、ですねうまくやっていく必要があるだろうというふうに考えております、えー、ただ、長期的には再エネの拡大、そして原子力もですねやはり難しい問題は抱えていますけれども、気候変動対策という面で、非常に重要なオプションだというふうに考えているところでございます。一方製製品品等ををどどういうふうういいふに展展開開していくのか製品サービスをどう展開 していくのこれは。 エネルギーが直接ではないんですけども、我々は別にエネルギーを使いたくて使ってるわけではなくて、製品やサービスを受けたくてですね、結果としてエネルギーを使ってるわけなので、いい製品、そしていいサービスを使っ作っていくってことが大事だということでございます。あの、最後、やっぱりエネルギーは経済の血液なんで、健全なエネルギーが極めて重要だということで、気候変動は重要ですけども、S プラス3のバランスを保持したエネルギーを施行しながらですね、国際協調の中で低 炭素化を図っていくことが重要だと。で、あとソサエティ5.0というのは政府も出しておりますけれども、この概念は非常に重要で、えそれをですね、ぜひ推し進めていっていただいて、結果としてエネルギーを減らし、CO2 を減らしていくということをやっていくってことは大事だろうというふうに考えているところでございます。どうもありがとうございました。ありがとうありがとうございました。次に有馬参考人にお願いをいたしたいと思います。 ありがとうございます。うう <coughs> は。い、あのそれでは私の方から意見陳述をさせていただきたい。あれ、消えちゃった。<laughs> すみません。すいません。よろしいですか？<coughs> はいあのそれでは私の方から意見陳述をさせていただきたいと思います、あの私自身あの、政府の一員として気候変動交渉に長く関与してきたということがございまして、この温暖化の問題というのは非常に難しいなということを実感しております、それでなぜ温暖化問題が難しいかということですけれども、一つはいろいろな不確実性があると。 あの温室効果ガスが温暖化をもたらしているということは、科学的にほぼ確実であるとしても、温室効果ガスの濃度が産業革命以降倍増したときに、一体何度温度が上がるのか、あるいは温度上昇に伴う損害額がどれぐらいなのか、あるいは削減コストがどうなるのか、あそれは当然、技術開発のスピードにも影響を受けてきますし、それから将来の化石燃料の価格はどうなるのか、さらにもっと言えば地政学、地形学がどうなるかといったいろいろな不確実性があるということがまずあるということでございます。 で先ほど秋元先生からもお話がありましたが、温室効果ガスというのは、ほぼすべての経済活動に起因しております。で温室効果ガスの削減、あるいは抑制ということには、当然コストがかかってくるということになるわけです。温室効果ガスの削減が経済にプラスになってウィンウィンのソリューションになるということであれば、私が関与してきた温暖化交渉が、核も難航するはずがないということがあるわけでございます。でさらに一番難しいい問題というのは 温室効果ガスの削減のベネフィットというのは、これはグローバルであると、地球温暖化の防止ということですから、グローバルな便宜が生ずるわけですけれども、そのための削減のためのコストというのは各国で生ずるということでございます。そうななると当然ながらフリーーライダー というものが発生をするわけであって、米国のトランプ政権はまさにその典型になるわけでございます。で、地球レベルでですね、まあ外部不経済、あの温暖化問題というのは外部不経済になるわけですけれども、それを内部化するためのコストをどう国の間で分担するかということを合意するのは極めて難しいと。 いいう性格があるわけでございますで加えて温暖化問題というのは非常に長期の課題であると、と長期にわたって行動しなきゃならないわけですけれども、それは要するに将来世代のために現在の世代がどれぐらいのコストを負担するのかということにつながってくるわけであります、で他方で各国の政治サイクルというのはもっと短いということになる、これも非常に難しい問題であります。 で加えて、温暖化といったときに、温室効果ガスの削減という緩和の問題と、それから温室効果ガスが増えてしまったことによって生じた温暖化にどう対応するかというその適用、この対策のバランスをどう取っていくかという問題がございます。でまた、他の地球規模の課題、例えば食料生産であるとか貧困の撲滅、保険、エネルギーアクセス、こういった問題がある。 われわれが持っているその資金、あるいは人材のリソースというのは限られているわけであります、その中でどうやってプライオリティをつけていくかという問題になってきます。で、でこちらがあのパリ協定の枠組みということでございますけれども、ざくっと申し上げますと、世界全体の目標として、産業革命以降の温度上昇を1.5度から2度以内に抑えると。 といいいうここになってごござざまますすれが地球全体の目標でございます他方、各国の行動といたしましては、国情に応じて、これは先進国、途上国問わずですが、温室効果ガスの削減抑制のための目標を設定し、その進捗状況を定期的に報告をし、多国間のレビューを受けると、それからその目標は5年ごとに見直すと。 それからあこの目標というのは、だいたい2030年を念頭に置いたものでありますけれども、より長期の2050年の長期戦略も作りましょうということになっていて、まさに日本は今、この長期戦略を策定する途上にあるということであります。 そうなりますと、地球全体の,その温度目標というものが片方であり、片方で各国の行動というものがあると、この両者が本当にマッチするんだろうかという疑問が当然生ずるわけでありまして、そのための枠組みとして、グローバルストックテイクという真ん中の黄色い四角があるわけでございます。これは2023年から5年ごとに世界全体の目標に向けた進捗状況をチェックするとで、そのチェック結果を各国が持ち寄って、その5年ごとの目標の見直しに反映させていくと。 こういう設計になっているわけでございます。で、パリ協定のもとで各国間出した目標については、先ほど秋元先生の方からお話がありましたので、割愛をいたしますけれども、この目標がじゃあ,あ、十分なのかというと、実は全然十分じゃないということでございます。あの、一番上のライン、この赤いラインというのが、温暖化の危険性を高める高排出パスと、これはあの何も温暖化対策を講じない場合ということになります。それで、この青い線、 これは2度目標と整合的な排出のパスということになります。それで、今、我々がいるのは、その真ん中の点線、パリ協定の下で各国が出した目標というものを、想計してみますと、この赤い線よりは下だけれども、青い線よりは全然上であるとで、むしろ今よりも増え続けると、こういったことになっているわけであります。で、この差がどれぐらいあるかということですけれども、2030年時点で約150億トン、これは今の中国の全排出量の1.5倍と。 いいいう量になっているわけでございますでパリ協定の中ではこの2度目標以外にも1.5度というさらに野心的な目標も設定をされていてこのために昨年の10月に IPCC が特別報告書を採択しておりますでこの報告書によりますとその IPCC の1.5度を達成しようとすると あのもう2050年の時点で,です、ね、世界全体でネットゼロミッションになってないといけないと、そのためには2030年にはあ現在と比べて世界全体で45%排出削減をしなければいけないとで、削減コストは先ほど秋元先生からお話がありましたけど、その2度目標に比べてさらに3、4倍に拡大をするということになっているわけでございます。でえー、国際エネルギー機関、IEA はです、ねえー、このギャップをどう埋めるかということを分析したもの。 ありまして上の青いラインがスパリ協定の目標をビルトインした標準シナリオということであり、下の緑色のラインというのが1.5度、2度と整合的な持続可能シナリオというものであります、このギャップを埋めるために、省エネ、それから再エネ、原子力、それから炭素貯流隔離、こういったすべての対策を総動員するということが必要だというのが i a の見解でございます。 それからあのこれを達成するためにじゃあ世界の電力構成というのはどうなる必要があるかというのが次のグラフでございますけれどもあの2017年は化石燃料のシェアというものが全体の65%ぐらいあるわけなんですけれどもこれを2040年の持続可能シナリオに寄せようということになりますと20%ぐらいまでつまり3分の1以下に下げる必要があると。他方再燃のシェア あるいは原子力のシェアというものを今よりも拡大する必要があると、こういうことになっております。特にこの中で注目を要するのは、石炭のシェア、これはあの石炭は CO2 の排出量が最も多い化石燃料でありますので、石炭のシェアを、えー、わずか5%まで下げなきゃならないと、こういうことが示唆をされているわけでございます。ただここれははななななななかなか容易なことではないとなぜならば 世界は、えー、持続化の目標ということで、17の目標を掲げておりますで、その中には貧困撲滅、あるいは飢餓の撲滅、あるいは保険あるいは教育、そういったものが多数あるわけでありまして、えー、気候変動はこの13番目ということで、えー、17の目標のうちの1つということになっております。気候変動が全ててにに優先する目標とといいいうこななっていないと いうことで当然、気候変動の防止に、えー、を推進することと、それから他の目標との間で、シナジーもあればトレードオフも存在するということになります。でよりふんして申し上げますと、17の持続化の目標というのは、やはり特に途上国にとっては国が豊かにならないと、この目標は達成できないということになります。国が豊かになるということは、安価で信頼できるエネルギー供給というものに裏打ちされた確固たる経済成長というものが必要になってくると。 いうことになりますこの度合いは途上国であればあるほど高まるということでございます。ということを考えますと、あのこれまで途上国はエネルギーのアクセスがないと、電力が通っていないと。 いうものをを徐々に電力アクセスを改善ししてままいりました右側の人の形をした図がございますけれども、これは2000年から2015年までに、約1億6500万人の人が新たに電力アクセスを得たということを言っておりますけれども、この中でじゃあ、どういう電源で電力アクセスを得たのかというと、この茶色が石炭、それから灰色が天然ガス、それから赤が石油と。 いうことになります全体の約7割が化石燃料によって新たに燃料確設を得てきたということであり、しかもその化石燃料の中で圧倒的な多数を占めるのは石炭であるということになります。で、左側のグラフを見ていただきますと、世界の石炭資源の不存量というものが示してございます。で、これからエネルギー需要、あるいは CO2 排出というものが大幅に伸びてくるのは何といってもアジア地域と。 いうことになりますが、同じアジア地域には膨大な石炭資源が存在すると、で仕事柄、ASEAN、あるいはアジア地域のエネルギー政策の担当者と話をする機会がありますが、彼らにとって、えー、域内で存在する石炭資源というものを使わないオプションというのはありえないということを明確に言っております、したがって、石炭というものをそう簡単にしつつあるわけにはいかないというのが、残念ながら実情であるということであります。 でまた、1.5度2度目標というものを達成しようと思いますと、先ほどの秋元先生のお話にもありましたが、炭素化学の引き上げというものは必要だというふうに言われます。で昨年の IPCC の1.5度の報告書を見ますと、2030年時点で、モデルによっていろいろな数字が違いますが、トン当たり135ドルから5500ドルぐらいの炭素化学が必要だとい、しかも世界レベルで必要だと。 いう,ようなことを言っておりますこれがあのコップあるいは IPCC の世界での議論ということになりますが、他方、足元で何が生じているかといいますと、昨年の秋、これも先ほど秋元先生からお話がありましたが、フランスのマクロン政権が炭素税を約10ユーロ引き上げようとしたと、そうするとイエローベストが国中で抗議行動を起こして、炭素税の引き上げを断念せざるを得なかったと。 いうところがありますあの右側の写真のです、ね、上に、エリートは世界のり終わりについて語っているが、自分たちは自分月末の支払いが問題であるというようなことを言っていると、これはの、はトラック運転手にとって、えー、燃料課税という形で価格が上がってしまうということは、月末の支払いに影響するとで、温暖化問題というのはエリートたちのアジェンダであるというようなことを言っているわけでございます。これがあのパリ協定のの発祥の地でであるフランスで生じたと いうのは極めてて皮肉なことでありまして先進国ですらこんな状態なんだから、1人当たりの GDP が低く、それからこれから生活レベルを上げていかなきゃならない、しかもエネルギーのアクセスがまだない人がたくさんいるといった途上国においては、この炭素化学の引き上げに対する抵抗度というのはさらに高いということになるのではないかと考えるわけでございます。以上ののの点を考えますとと世界がどの程度出す炭素化に向かうのかう いうことですが私自身はパリ協定によって世界が低炭素化、脱炭素化に向かっていくということは間違いないと思っております。ただ、パリ協定が想定するように、2000年代の、今世紀の後半にネットゼロミッションが実現し、1.5度、2度目標が達成できるかというと、現時点では大きな疑問があるというふうに言わざるを得ないと。 1.5度2度目標というのはパリ協定に定められているではないかというふうにおっしゃるかもしれませんけれども、これはある意味、グローバルな目標であって、誰も責任を負わない目標であるとも言えてしまうわけでございます。で特に、えー、途上国の事情を考えますと 各国の直面する問題っていうのは温暖化だけではない、いろいろな多様な問題を抱えていて、特にその度合いは途上国であればあるほど高いと。で、そういった問題を解決するにあたっては、潤沢で安価なエネルギー源というものは必要になってくると。で、1.5の二度目標を達成しようという観点からだけ言えば、石炭というものは存在を許されないエネルギー源と。 ということになってしまいますけれども、今後、排出量が急増するアジア地域では、やはり安価で潤沢な石炭資源というものを使わないオプションというのはなかなか考えられないんではないかと、また炭素化学に対する抵抗値というものが強いというのも、これまた、そのコップの世界と、それから現実の世界の間に大きな乖離があるということではないかと思うわけでございます。加えて温暖化問題とというのはある意味グローバルコモンズと いいうこととでででありりまますすすので国際協調を何よりも必要とするわけでございます他方現実に生じていることは、トランプ政権のパリ協定下の離脱という話がありますし、それから米中貿易戦争というような動きもございます。こういった一国主義というものが台頭いたしますと、こういったその何よりも国際協調を必要とするような温暖化防止のアジェンダということにとっては、どうしてもマイナスの影響が出ざるを得ないと。 いいうふうふに考えるわけでございますで引き続きまして、日本の課題について申し上げたいと思いますけれども、これは皆様よくご知、ご承知の日本の26%目標の根拠となったエネルギーミックスということであります。このエネルギーミックスを作るにあたりましては、福島事故以降、大幅に低下をしてしまったエネルギーの自給率というものを震災前に戻す、あるいはそれを上回る水準にする、それからすっかり上がってしまった電力コストを引き下げると。 それから欧米に遜色のない目標を掲げると、この3つの要請を満たすような形でエネルギーミックスを作ったわけでございます。その柱というのは、一つは省エネルギーと、自然体に比べると電力需要というものを17%引き下げる。それからもう一つは非化石電源のシェアを増やすということであります。一つは再生可能エネルギーを電力,電力発電量のから22から24%に。 原子力については20から22%にするということにしてございます。で、このエネルギーミックスというのは、割合よく考えられておりまして、あの震災以降、非常に増えてしまった化石燃料の輸入額というものを、原子力の再稼働をどうするから再エネの拡大と、それから省エネということによって燃料費を抑え、その結果、浮いてきたお金を再生可能エネルギーの拡大に必要な固定価格買い取制度の買い取り費用に充てると、で全体として電力コストを現在よりも引き下げると。 こういういいい設計になっているわけでございますただ、この目標、これが日本の26%目標の根拠になっておりますが、これは先ほど秋元先生からお話があった限界削減費用ですけれども、日本は主要国の中でも最も高いと。 いう限界削減費用になっております。で、この中ではその原子力の再稼働というものも全部ビルトインされているとで従いまして、原子力の再稼働が予定通り進まないと。でも26%を達成しなければならないで、そのために才能を上乗せしましょう。ということになると、この限界削減費用というものはさらに大きく膨らんでくるということになるわけでございます。で、なぜコストコストというふうに申し上げるかと申しますと。 日本ののの産業用電力料金といいいうのは主要国の中でで最も高いわけでございます特に日本と貿易競争関係の強い中国、韓国、あるいは米国といったアジア太平洋地域の国々の電力コストと比べると、日本の場合は1.5倍から2倍ぐらいの高さになっていると。 いうことでございますこれをこれ以上引き上げるということになりますと、先ほどお話があった産業空洞化につながってしまう恐れが高いというふうに懸念をするわけでございます。それからあの長期の対策につきましては、あの80%という日本は目標を掲げてございます。ただ、あの先般のエネルギー基本計画では、この80%に相当するエネルギーミックスというものは示さずに、えー、いろいろなオプションというものをオープンにすると。 多様性をししたななややかな伏線シナリオとといいう形でやっていくと左側は確固たるエネルギーミックスに基づいて、2030年に向けては一歩一歩それに向かって進んでいくと、ただし右側につきましては、いろいろな技術の不確実性、さらにもっと普遍すると地政学、地形学上の不確実性というものをその都度チェックをしながら、据広がりのような形で、いろいろな可能性を考えながら進んでいこうというのが長期戦略の考え方と。 いいうことになってございますでそういう中で、あの長期にもし本当に日本が脱炭素化、特に80%になりなんとする脱炭素化を目指そうということでありますと、じゃあ i e a はどういう見通しを持っているかというと、2040年の SDS、持続可能シナリオと。 いうのがありますけれれどもこれ先ほど、世界全体の電力構成をお示し,しましたが、主要国についても電力構成が示されていて、これを見ると、再燃のシェアというものを2017年から2040年に大幅に拡大するということが示されておりますが、同時に原子力につきましても3、3%から30%ということで、大幅に拡大をするということになっております。これは 現在止まっている原発を再稼働するということにとどまらず新増設というものを当然に考えた数字になっているということだと思いますただあの温暖化問題ということを考えますといずれにしてもあの先ほど秋元先生からお話がありましたようにあの既存の技術で解決をするということにはどうしても限界があると。特に人々の利便性を損なわずに脱炭素化を行うというためには何といっても革新的な技術開発が必要になってくると ここに挙げてございます技術のリストというのは、2016年に内閣府が出しました革新的なエネルギー環境イノベーション戦略に挙げられた日本が強みを持っており、かつその技術が実用化されれば、世界全体の排出削減にも大きく貢献すると思われる技術のリストでございます。こういったものに、やはり日本としては技術開発の形で貢献をしていくと。 いうことが必要なんではないかと思いますし、そうなってまいりますと、あの既存の技術に補助金をどんどんつぎ込むという形でお金を使っていくのがいいのか、あるいは将来の技術に対して R&D 予算という形でお金を使っていくのがいいのか、どうやってお金を使うのがいいのかということも考えなければならないというふうに思います。それから あの温暖化問題というのは、これはもうグローバルな問題ですから、日本の排出量というのは、世界全体の排出量の約3%ぐらいにしか過ぎません、これから排出が非常に増えてくるのは、なんといっても途上国なわけでございます、で従いまして、日本が考えるべきは、日本国内の排出削減はもちろんのことですが、むしろ海外の排出削減をどうやって日本の技術を持って助けていくかと。 いうこととを考考ええるべきでははないかと私は考えますでこの3つのベンズがございますけれども、一番上の国際貢献でカーボンニュートラルへと、これは日本が持っている優れた低炭素技術というものを途上国に移転することによって、ベースラインに比べると排出を削減していくということでありますし、その右下の赤いグローバルバリューチェーンというのは、日本が率先をして優れた中間材あるいはサービスと。 というものを開発をし、それをグローバルバラルチェーンの中に投入していくことによって、全体として世界全体の温室効果ガスが削減することに貢献をしていく、それから左下、これは今、まだ商業ベースに載っていないような技術を積極的に開発をすることによって、その技術の実用化を一刻も早く進め、それによって人々の利便性を損なわない形で、温室効果ガスの削減に、世界全体の温室効果ガスの削減につながるような技術での貢献をしていくと。 いいいうことを示しているわけでございま,すであのまとめのスライドでございますけれども、あの温暖化というものはあの進行しております、したがって対策が必要であると、これは確実でございます、ただ、同時に温暖化対策にコストがかかると、しかも各国の対応に応じてコスト負担が異なると。 でそれが国際競争力の相対関係に影響を与えるという現実は、ぜひ直視する必要があるんではないかと思いますで。また、日本のエネルギーコストというのは、主要貿易相手国であるアジア太平洋地域に比べて非常に高いと。 これはまた事実でございます。でさ,らなるさらなるコスト増を、えー、日本の政策によって、えー、自分に、自分に高いエネルギーコストを課することになりますと、日本の産業の国際競争力に悪影響が出てくると。で、えー、いろいろな不確実性があるという中で、えー、将来に向けて不確実性がある中で、えー、我々が今取り組むべきは、費用対効果の高いエネルギーミックス、温暖化対策というものを考えなければならないと。で、そういったときに、日本のように資源のない、 でしかも他の国とグリッドで結ばれていない国において、原子力と再エネというものをあたかも二者択一のように捉えると、対立概念で捉えるということは、私はせあの生産的ではないと思っております。両方が日本によっては必要だと いうふうふに思っておりますでまたあの再エネの主力電源化というのがこの間のエネルギー基本計画で初めて打ち出されましたがこれはあくまで経済的に自立したつまり補助金に頼らない非化石電源これは化石燃料のバックアップに頼らないつまり、えー、蓄電池なども加えても従来型の電源と十分競争できるようになるということが再エネの主力電源化になるための条件と。 でいずれそうなると思いますがそこになるまでの間のコストをどうやって。 抑えていいいくかととうことが大事でございますで最後に、やはり経済と温暖化防止を両立しようとしますと、技術に対応が不可欠でございます。で、野心的な削減を可能にするのは、どうしても低コスト、高パフォーマンスの技術というものであって、重要なのは人為的な削減目標というよりも、むしろその技術のパフォーマンスコストをどう高めていくか、あるいは技術をどう低めていくかと。 いうことだと思いますで、この点において、えー、技術立国日本というのは大きな貢献ができるのではないかと考えております私からの意見陳述は以上とさせていただきますありがとうございました <laughs> ありがとうございました次に平田参考人にお願いをいたしたいと思います、はい、平田参考人本日はこのようなあの機会をいただきましてありがとうございます 私は、えー、まず気候変動の話から始めさせていただきたいと思いますこの世界地図あのご覧いただきたいんですが2017年に起こった人の移動すなわち住む場所を奪われて移動を迫られた人の数を示しておりますオレンジは紛争で青が災害が要因で起こったものですアフリカや中東では紛争が要因の方が多いのですけれども アジアやアメリカ大陸では熱波やハリケーン、干ばつ、洪水などの気候災害を伴って難民の数が増えておりますそして世界情勢がさらに不安定になる状況をもたらしています気候変動問題とはこのような事態による日本の安全保障や経済への広範な影響を考慮する必要がある問題です 昨年の西日本豪雨をはじめとしたさまざまな災害は、日本もまた、気候災害に脆弱であることを指し示しました。2018年の自然災害の統計では、ここには地震の被害も含まれているわけですけれども、死者、被災者数ともに日本は上位にありまして、災害に多く見舞われるリスクの高い国の一つとなっています。 このまま気候変動が加速しますと、昨年同様、あるいはそれ以上の厳しい災害に見舞われることになります。気候変動の被害を未然に防ぐということは、地域コミュニティの基盤を守るという観点で重要な取り組みであると思います。現在、地球の平均気温は産業革命前の水準から一度ほどすでに上昇したということです。 2015年に採択されたパリ協定、先ほどお話しありましたが、この気温上昇を2度よりはるかに低く抑え、1.5度を目指すという目標です。そしてそのために、今世紀の後半に世界の温室効果ガスの排出をゼロにするということに合意したものです。もちろん日本もこのパリ協定に締結しています。 図をご覧いただきたいのですが、1800年から現在まで、世界は温室効果ガスの排出を急速に増やしてきてしまいました、2度未満を達成するためには、この排出を増やしてきたスピードよりも速いぐらいのスピードで、急速にゼロに向かわせなければいけない、まるで富士山の尾根を滑り落ちるようなスピードでございます。 しかし世界の対策は全く今ここに届いておりません。このままでは3度、4度の世界を招いてしまいます。パリ協定はこれまでの行動の延長では決して達成できるものではありません。社会、経済の大きな革命ともいえるような転換を成し遂げる必要があり、そのための行動をどう引き,引き上げるのかというのが命題になっております。 今日地中には石炭を中心にまだ、えー、化石燃料が埋蔵されております。それらを掘り出して燃やしてしまうと、たくさんの CO2 をさらに出してしまいます。2度未満に気温上昇を抑えるという目標を達成するためには、そのうち7割から8割は掘り起こさずに地中に埋めておく必要があると試算されています。そのため、パリ協定の実施は、脱化石燃料とほぼ同義だと、まあ、言っていいと思います。 特に問題になるのが、最大の排出,源排出部門である発電部門、そのうちの、えー、発電あたりの CO2 排出が最も大きい石炭火力発電の在り方です。図の右の黒いあの防線ですが、2015年の時点に、既存と計画中の石炭火力発電所からの発電量の合計を示しています。 それに対して左側のピンク色の幅は二度未満目標と整合的な石炭火力発電所からの発電量で平均値はかなり下の方に点線で示されています。ここから新規に計画を進めるということは 2度未満の目標をはるかに超えてしまい、パリ協定に全く矛盾するということ、さらに既存の石炭火力発電も廃止していかなければならないということが導き出されます。こうした知見から、石炭火力発電の削減は、パリ協定の目標達成の上で最も重点を置くべき取り組みの一つだという認識が共通として、国際的に広がっております。 先ほどご案内ありました IPCC の1.5度報告書は、えー、1.5度に気温上昇を抑制することに関する新たな科学的知見を示しました。その結果、1.5度と2度の気温の差は決して小さくなく、1.5度に気温を抑制すれば生態系や気候災害の影響はより小さく抑えられることが明らかになりました。しかしか 早ければ2030年にもこのレベルに到達してしまうと、本当に時間がないことも明らかになりました。また1.5度の達成には、2050年というもっと早く、温室効果ガスの排出をゼロにしなくてはならないということも示されました。このようなことから、気候変動対策は、もはやこれ以上の先延ばしは許されず、今すぐ大胆に行動をしなければならないということができます。 現在の取り組みでは全く不十分だということは、気候変動枠組み条約の交渉会議でも常に強,強調されていることでございます。今、各国には自国の目標を引き上げ、また対策強化することが要請されています。昨年末の民間の調査では、57%の国や主体が何らかの形で目標や行動引き上げを検討していると回答しており、行動の強化の機運が高まりつつあります。 原田環境大臣は昨年の COP24 の会議で、この IPCC 特別報告書を歓迎し、世界全体が排出削減の取り組みをより強固なものとする必要があると述べられました。しかし国内では、温室効果ガス排出削減の目標を引き上げる具体的な検討には着手されていない状況です。 政府による目標の引き上げや対策強化の動きは、まだ不十分なままですけれども、それをよそに、非政府のさまざまなアクターが行動を加速しています。そのいくつかをご紹介させていただきます。まず、企業の対応が大きく変化し始めました。パリ協定の目標に沿って、ビジネスも変わらなくてはならないという理解と決意のもとに、 日本語では企業版二度目標、二度目標とも言われますが、サイエンス・ベースとターゲットのイニシアティブに、世界の多数の企業が参加するようになっています。これは脱炭素化時代に突入する中で、国際競争力を確保し、ビジネスチャンスを最大限に活用しようという企業の生き残りをかけた取り組みであり、そのうねりでもあります。 現在までに五百十五社が参加し、このうち日本の企業は七十社を占めています。企業行動に強いシグナルを与えているのは投資家の行動の変化です。機関投資家らは投資行動を通じて脱炭素社会を牽引し始めています。左側のインベスターアジェンダはグローバルな機関投資家が。気候変動に関する課題に取り組むための指針を提示しています。 その共同声明では、運用資産総額3200兆円に上る415の基幹投資家が、パリ協定の目標を支持し、低炭素への展開への民間投資の加速を要請しています。その中には、化石燃料補助金の撤廃や、石炭火力発電の全廃も含んでいます。右側のダイベストメント、これは投資、インベストメントの反対で、化石燃料への投資からの撤退を意味しますが、 これを宣言した金融機関、機関投資家は世界で1000以上に増えています。運用資産総額は8兆円に上っています。化石燃料を進める企業にお金が回ってこないようになってきているということです。日本の機関投資家にダイベストメントを発表したところは今のところまだありません。 しかし、欧米の投資家が化石燃料事業を実施する日本の電力会社や商社への融資を取りやめる例も出てきておりまして、転換が遅れる日本企業にも影響が出始めています。さらに、世界の脱炭素化への移行において、より適切な資本配分をすることにより、金融の安定化を確保することが必要性として認識されるようになっています。 金融当て狩り事会が設置した気候関連財務情報、情報開示タスクフォース TCFD は投資家の理解を助けるために企業に対して気候関連のリスクと機会によるキャッシュフローと資産、負債への影響の情報開示の枠組みを提示しています。これにはすでに日本の経済産業省、環境省、金融庁も賛同しており、 こうした情報開示は気候変動へのリスクの高い企業への資金配分を変えていくことにつながっていきます。またエネルギーの需要側のさまざまなアクターが再生可能エネルギー100%を目指す宣言をし始めました。少し前まではこのような目標は夢物語のような話でありましたが、 パリ協定の脱炭素化はすなわち再生可能エネルギー100%を目指すことでもありますので当然の流れといえます大企業版の RE100 には162のグローバルな企業が参加し自らの目標として使う電気のすべてを再生可能エネルギーで賄うことを宣言しています 2015年には700の自治体が再生可能エネルギー100%を目指すと宣言し、100以上がすでに100%に到達しつつあります。日本国内の動きは世界に比べてずいぶん遅れてしまっているのですけれども、それでも今日までに RE100 に名を連れた企業は14社、中小企業、大学、自治体の宣言も15団体になっています。化石燃料から再生可能エネルギーへという流れは 需要側の消費行動動からもも加速されてていいまますす石炭をめぐる動きも大き大くなっていますイギリス政府とカナダ政府が主導して作った脱石炭国際連盟と呼ばれるイニシアティブにはこれまでに30の政府22の自治体が参加し脱石炭火力の方針を宣言していますこのうちいくつかの国では法制化などの正当化も進められていますまた先月 石炭がたくさん掘れるドイツにおいても、2038年までに国内の石炭火力発電を全廃するという方針が政府の諮問委員会から勧告されました。これに基づいてドイツ政府は、脱石炭火力の制度を作る段階に入っています。このように石炭火力のフェーズアウトは、パリ協定の下で加速する大きな国際トレンドになっています。 これまでの排出トレンド、実績を見ますと、このままではまだまだ難しく、急速に削減を進めていかなければならないことは明らかです。目下の2030年26%削減目標、定めておりますけれども、まだ2050年の脱炭素化への明確な道筋とビジョンが描けているとは言えないのではないかと思っております。 国際的には日本の2030年目標はパリ協定と照らしてかなり不十分であると評価されていますすべての国が日本と同様の行動水準にとどまれば気温上昇は3度,4度にな、4度になってしまうと指摘されていますまた海外の NGO が実施する他のランキングでも日本の気候政策は60か国中49位 石炭火力を巡る政策は G7 の中で最下位と厳しい評価になっています。日本は国際トレンドから大きく取り残され、遅れを取っているというのが世界の見方なのです。その日本の取り組みで最も問題視されていることは、今も続く石炭火力の推進です。 福島原発事故後、政府の政策転換もありまして、新規の石炭火力発電所がご覧のように全国に50基も計画されました。その規模2300万キロワット、大型原発23基分に相当します。この地小規模の石炭火力の10基はすでに運転を開始しました。また現在、大規模な石炭火力を含む17基が建設中です。さらに環境アセスメント中の案件もあります。 日本は今、まさに石炭火力発電の建設ラッシュを迎えています。計画のうち11基は事業性が認められないとして中止になりましたが、なお29基が新たに建設されようとしています。石炭火力フェーズアウトが国際トレンドになっている国現状におきまして、先進国でこれほどの新設に突き進んでいるのは日本だけになっています。この方針は海外支援においても同じです。 中国、日本、韓国の3カ国は、えー、この青いところに、まあ、行き着く東南アジアやその他の国々へ石炭火力発電の技術の輸出に公的支援を継続しています。しかし、これらの多くの国では、すでに再生可能エネルギーの方が安価になっているという実態があるにもかかわらずです。このことは気候変動の観点から問題になる時代遅れの技術を輸出しているという批判と疑念が日本に向けられる要因となっています。 国内の石炭火力の新設は、原発の行方が不透明な中では必要ではないかという声もあります。しかし、新規建設の規模は、ここにご覧いただけますよ。既存の発電所、青いところの規模と比べても膨大です。またこの間、高効率の石炭、えー、天然ガス火力発電所もかなり建設されています。現在の供給力に問題がないこと、そしてこれからの人口減少による需要減、 再生可能性の導入拡大を考えれば、これだけの石炭火力発電の増強は過剰でありまして、もちろん気候変動の観点からは全く逆行するものであります。現在の石炭火力は高効率だから良いという指摘もございます。高効率の石炭火力発電所でも、しかしながら大量の二酸化炭素を排出します。LNG コンバインドサイクルの2倍の量です。 現在福島で建設中の最も高効率の IGCC と呼ばれる石炭ガス化複合発電所は年間524万トンの二酸化炭素を排出すると推計されます。これは100万世帯分の年間の CO2 排出量に匹敵します。そして一度建設されれば何十年と CO2 を排出し続けます。パリ協定と整合的にするためには 日本でも2030年に石炭火力発電をフェーズアウトする必要があります。古いものを新しいものに置き換えるのではなく、全廃が必要ということです。しかし現在、古いものから新しいものまで、100基以上ある既存の石炭火力発電所に加えて、このピンク色のところ新しい発電所をこれだけ追加しようとしています。 日本の電力会社は廃止計画を示していないのですが、仮に40年で運転を停止すると見込んだとしても、2030年にも多数の既存の石炭火力発電所が運転していることになります。また新規に建設される石炭火力は、2050年を超えて運転し続ける可能性がございます。政府は CO2 を回収して地中に埋める、あるいは再利用するという CCS、CCU という技術の開発も進めていますが、 現在、新規の発電所のいずれにもこの技術は準備されていません。技術開発は間に合っておりません。このまま建設を容認し、順次廃止するという対策を取るだけでは、パリ協定とは矛盾したままということになります。そこで私たちはお手元に別冊子をお配りさせていただいておりますが、2030年石炭火力フェーズアウト計画を提示しています。ここにピンクの絵が見当たらないよう、 新たな石炭火力はもはや新設するべきではないという考えに基づいています。さらに今年から毎年、効率の悪い古いものから順次廃止していく必要性を提示しています。現在、4000万キロワットを超える容量があり、政府が重要なベースロード電源という石炭火力を今後10年余でゼロにするということには、電力の安定供給への懸念もあろうと思います。私たちの分析では さまざまな取りまとめ分析統計を踏まえましても設備には余裕がありさらに電力需要の伸びがないことを踏まえれば原発の再稼働を経ずとも供給力は足りこの計画は十分実現可能だと見ています取るべき方針は今から新たに建設することによって数十年も CO2 を排出続ける設備を抱えその削減に達す多額のコストをかけるのではなく既存の設備をつない 使いながら省エネの取り組みを加速させ再生可能エネルギーへと転換していく道筋だと考えていますそのような道筋に妥当性があるもう一つの理由は再生可能エネルギーのコストが急速に低下しているということがあります特に太陽光と風力の発電コストの低下は目覚ましく世界ではすでに石炭や天然ガス火力と比べても最も安い発電方式となっています 日本ではまだ再生可能エネルギーが高く、石炭火力の方が優位にありますが、2025年にはその転換点が訪れ、再生可能エネルギーの方が安価になるという分析もあります。 その分析では、この図に示されておりますように、運転中の石炭火力発電所は現在は100%採算取れていますけれども、2030年にはそのすべての発電所が採算割れすると見込まれており、経済合理性を創出するとしたあの指摘されています。現在、日本では化石燃料の輸入に20兆円ものお金を費やし、国外に支出しています。石炭を使い続ける限り、燃料費はかかり続けます。 石炭火力は近い将来、採算性が危ぶまれ、座礁資産になることが見込まれることも視野に入れなければなりません。それを回避するエネルギー選択は何なのか、今考える必要があります。以上より私からは、気候変動の観点から、そして経済合理性の観点から、石炭火力フェーズアウトに舵を切ることが今必要だと強調したいと思います。現在検討中の低炭素発展長期戦略、 にもこれを盛り込む必要があると考えま,すまた、日本の2030年の温室効果ガス、排出削減目標も、パリ協定の目標に沿うよう引き上げる検討を早々に始めることが必要です。本日は電力、特に石炭火力のことを中心にお話をさせていただきましたが、脱化石燃料というとき、熱利用や運輸部門においての化石燃料からの脱却も併せて考える必要があります。 本日は時間がありませんで、そこまで申し上げることはできませんが、その対策の強化も必要だということも付け加えさせていただきます。最後に3点、まとめさせていただきます。気候変動がもたらす甚大な被害を開始するためのパリ協定の1.5度から2度未満の気温上昇の抑制は、世界全体の共通目標であります。温室効果ガス実質排出ゼロへの脱炭素化は、もはや逆行することのない流れです。 それを受け、非政府アクターに大きな脱炭素化の潮流が生まれ、お金の流れ、経済の質が転換しつつあります。これに対し日本の投資家、企業には出遅れがあると見ています。その要因には政治、政策が脱炭素化へ向かうべきという明確なシグナルを発信してないことにあるのではないかと考えています。そこで経済戦略としても石炭火力からの脱却を急ぎ、 脱炭素へのの道筋を長期戦略の中にに明確に位置づける必要がありますもちろんそのためには産業構造の転換が必須となり、労働・雇用の移転、そして再生可能エネルギー、省エネのビジネスを国際競争力を、日本の国際競争力を高める上で育成していくという観点での備えと対応が必要です。 もはやこの問題は、できる、できない、難しいからやらないではなく、経済戦力と統合しながら、どうやって実現するかの課題です。これはダボスでも安倍総理がおっしゃっていたことと一致すると思います。そのための日本の行動が求められていると思います。ありがとうございました。ありがとうございました。以上で参考人からの意見聴取は終わりました。これより参考人に対する質疑を行います。 本日の質疑はあらかじめ質疑者を定めずに行いたいと思います。質疑および答弁の際は、挙手の上会長の指名を受けてから、着席のままご発言いただくようお願いをいたします。また、質疑者にはその都度答弁者を明示していただくようお願いをいたします。なお、できるだけ多くの委員が発言の機会を得られますよう、答弁を含めた時間がお一人10分以内となるよう、ご協力をお願いをいたしたいと思います。それではは質疑のある方は挙手をお願いします解決 自由民主党の赤池正明でございます今日は3人の参考人の皆様方貴重な根拠あるデータを示したご発言本当にありがとうございました全体的に気候変動は参考人とも本当に深刻な被害であり、まあ、その対応のためのパリ協定はじめ国際協調の枠組と国内対策、まあ、それぞれ貴重なご意見を頂戴をいたしましたあのまず秋元参考人にご質問させていただきます あの国内対策として、昨年7月、第5次エネルギー基本計画、改定させていただきました、秋元参考人は、ご意見を聞,いていただく聞かせていただくと、再エネ原子力は重要ということで、この政府の基本計画について、評価をしているということでよろしいでしょうか秋元参考人。はい、えーえーっと これはですねあの私もこのエネルギー基本計画に案を策定するですね基本政策分科会の委員を務めさせていただきましたが、あの私はこのエネルギー基本計画は妥当なものというふうに評価しているところでございます赤木君。まあその中で、まあ、やはり重要になってくるのは、原発再稼働の問題だと思いますが、秋元参考人に改めて原発再稼働の意義についてお伺いさせていただきたいと思います。秋元参考人 この要は温暖化問題を対応しないといけないという課題があり、そしてエネルギーコストも削減しないといけないという課題があり、そしてエネルギー安全保障も拡大していかないといけないという、この 3E というバランスをですねどう図っていくかってことが非常に重要なキーになっております。そういう意味でですねこの3つともに聞く という意味で、この原子力の再稼働というのは、非常に重要なオプションだというふうに考えておりますので、もちろん安全性がなければですねあのダメなわけでございますが、安全をしっかり確認しながら再稼働を進めていくということは、極めて重要なことだというふうに考えているところでございます赤池正明君。あります参考に,にお伺いいいをしたいと思います あの今日の話の中にはあの出てこなかったんですが事前に有馬参考人の資料を頂い,いておりまして、まあ、その中で読まさせていただく中で、まあ、原発再稼働を含めて我が国内のです、ね、エネルギー政策に関して、えー、世論に右行左弁すべきではないとエネルギー政策っていうのはやっぱ長期的な問題であるのでやはりきちっとです、ね、あの考えるべきだという、まあ、ご発言の資料を見せていただいたんですがその視点から 日本のエネルギー、まあ、5次基本計画や原発再稼働について、ご意見をお伺いさせていただきたいと思います、はい、有馬参考人。ありがとうございます。あのまず、あの原発の再稼働ということにつきましては、あの現在の政府の方針として、安全性の確認された原発を再稼働するという方針が出ております。私はあそれはそのそれのままま進めてていいいたただきたいとういうふうに思っておりますであの他方で 中長期的に脱炭素化を目指すということであるならばあやはり非化石電源である原子力というものをオプションから排除するわけにはいかないというふうに思いますエネルギー基本計画の中でもあの原子力の人材あるいは産業の維持ということが謳われておりますけれどもあの新設あるいはリプレースということについては一切含まれていないというところがございますでこれはやはりあの原子力についてのいろいろな世論 を配慮した結果なんだろうと思いますけれども、本当に真面目に脱炭素を目指すのであれば、これを排除したことは考えられないのではないかというふうに考えております赤池正明君。平田参考人にお伺いをいたします、平田参考人は、えー、原発再稼働しなくても、石炭火力からの脱却ができるという、まああの今日は時間がないので、説明は細かくは聞いていないわけでありますが。 ちょっとにわかに信じられがたいところがあるわけでありますが、なぜ原発再稼働を削除、あの排除しなければいけないのか、その一点だけお聞かせ願いたいと思います平田参考人。現在、えー、何期か石炭あ、ごめんなさい、えっと、原子力発電再稼働しておりますが、えー、既存の,あの設備が十分ございます。 これを運転していくことによって、既存のというのは原子力以外の火力の、主に火力の発電設備でございます、これをもって私たちは3・11の直後を除けば、停電なく電気を供給することができております、ですので、ここから再稼働に戻ることなく、脱石炭、そして脱原発を両方実現することはできると考えています。す あの、まあ、そこがよく理解ができないわけでありまして、廃炉も含めて実現できるというお考えでしょうか。平田参考人にお伺いいたします。廃炉というのは、あ、はい。平田参考人。廃炉は、原子力と、それから石炭の両方という意味でございますか。あの、どちらでも結構ですし、お考えを、あ、はい、会長。どうすは、どちらでも構いませんので、改めて。はい あの原子力の廃炉であったり石炭の廃炉も含めて、現在の経済成長や脱炭素化ができるという根拠を端的にお聞かせ願いたいと思います。平田参考人 原子力発電は、えー、ここまで再稼働しなくても電力を供給することができ、できておりました。そして、えー、これから電力の需要は下がっていきます。今から進むべき道は、原子力発電の再稼働に戻るのではなく、ここから再生可能エネルギーへのシフトしていくことが、最も脱炭素化に近づいていく道であると思います。原子力発電はいずれにしましても、既存の えー、原子力発電をあのどこまで運転できるかということにかかっておりまして、えー、仮に再稼働したとしても、それにつきまして、そこが気候変動対策に寄与する、えー、寄与度というのは限られます。日本が脱炭,素するか脱炭素化を目指していくためには、原子力発電をあの再稼働することだけでは全く足りません。その先の先大きな削減を進めめていいくためには原子力石炭という ベーースロード電源から柔軟な再生可能エネルギーへのエネルギーシステムを転換していくことが必要で、この両方維持していくことは、その転換を遅らせてくることになると考えています赤池正明君。まあ改めて原子力の廃炉も含めてできるというお考えでよろしいでしょうか平田参考人。はい はい原子力の廃炉そのものは、福島の現状を見ましても、大変難しい問題でございます。ですけれども、廃炉ができる、できないという技術的な問題は、すでに運転している私たち、日本のにおけるすべての国民が考えなければいけない問題でありまして、これができる、できないではなく、引き続き運転し続けるのか、それよりも早くエネルギーシステムの転換にシフトしていくのかというあの選択肢の問題だと 考えています。はい、山脇君、国内から国際的なアプローチに、えー、少しあの質問を変えたいと存じます。えー、まず、えー、有馬参考人にお伺いしたいと思います。あのじ協定の実務経験も終わりだということなんですが、まあ全体の CO2 の派遣を考えると、まあ米、中、ロ、それから今後インドというものが相当な比重を占めると思うわけでありますが、発展途上国の場合は。 さまざまな日本の技術的な支援やアプローチにある程度のことが、それでも大変難しいとは存じますが、あのアプローチはできると思うんですが、その大国である米中のこれからのインドに対して、どういうアプローチが有効か、お考えをお聞かせ願いたいと存じます。有馬参考人 あのまずあの中国、インドにつきましては、ですねあの彼ら自身がやはりあの再生可能エネルギーの導入ということを一生懸命やっていると、これは非常にいい材料だと思います、あのただあ、やはりあの根っことしてのです、ね、石炭火力のシェアというのはものすごく大きくてえ、最近増えている増分の部分の一部が再エネで賄えるというのは事実ですがあ、それで全体を判断するのは私は誤っていると思います。したたいいいましててやはりあのそういっっ化石燃料をたくさん使っている大排排出出国の排出量を 大幅に減ららそうと思ったらやはり CCS、あるいは CCUS と、こういったものを実用化していくことは私は必要だと思います。あの化石燃料が引き続き使われるということをベースラインとして考えるのであれば、そこから出てくる CO2 を有効活用するということによって CO2 の削減をしていく、そのための技術開発に日本として貢献をしていく必要があれば、G20 の議長国としての立場を活用してです、ね、国際共同研究、あるいは実証会あのプログラムと。 いったものをでリーダーシップを取っていくということは考えられるのではないかと思います。赤木正明君、え最後に、えーえー、秋元参考人におかせ聞かせ願いたいと存じますが。 有馬参考人にも技術力が大事だというご意見の中で、ソサエティ5.0、それから自動運転のお話も資料の中にはありました。来年オリンピックを契機にレベル3の自動運転を高速道路で、地域限定でレベル4ということで、世界に先駆けて実用化をオリンピックを契機にやろうとする我が国にとって、自動運転が一つのソサエティ5.0の突破口になりやしないかという期待感を持っておりますが、その点、エネルギー、気候変動を含めて、 秋元参考人からご意見をお聞かせ願いたいと存じます秋元参考人、はい、あの意見陳述でも申し上げましたけれどもこのソサエティ5.0そしてこの自動運転の実現というのは我々の利便性を非常に高めるという部分が 多くあってですね結果としてエネルギーが減り、CO2 が減ると、まあこれこそがまさにグリーン成長であって、経済と環境の好循環であると、コストを追加してやっていく問題ではないという意味で、非常に重要なポイントになりますので、ぜひ政府一体となって、政府、そして国会もですねサポートする形の中で、ですねこれを推し進めていっていただきたいというふうに思います,あり,いますありがとうございました。それでは 山,山崎山添拓君、はい、日本共産党の山添拓です今日は三人の参考人の皆さん大変貴重なご意見をありがとうございましたパリ協定で合意をされた脱炭素化 CO2 の排出削減目標についてあのいずれの参考人からもあの目標と現実とのギャップがあるということが指摘されているかと思いますあのしかしまああの温暖化による海面上昇気候変動による大災害の多発など ことは地球上の人類の生存に関わる問題だ。そのために、各締結国がギャップをいかに埋めていくか、これが課題であろうと思います。あのそこで伺いたいのですが、あの一方で私、あの今日お話も伺って気になりましたのはあの、平田参考人からもご指摘がありましたように、日本はあの国内では石炭火力の新増設を進めて、国外に対しても石炭火力発電所への公的融資を行い、 えー、しかもあの、これは最新型ではなく、CO2 の排出量も多い、旧式のものを建設していくという計画だと伺っています。有馬参考人からも、日本の技術を通じて、国境を越えた削減に貢献をするべきだ、こういうご指摘がありまして、私もその通りだと思いますが、しかし現実にはそうではないという実態もあると。 海外の石炭火力発電所への政府の公的融資を見直し、持続可能なエネルギーへの転換を確保することを要求するという事態にもなっています。パリ協定と相反する国内外での態度というのは、まあ、これは自ら掲げた目標とも反するようなものであり、パリ協定に合意した以上はですね、その約束をした以上は、改めるべきだと考えますけれども、えー、この点、有馬参考人はいかがでしょうか。有馬参考人 そうですあのまずあの、日本で石炭火力の新設計画があるということの背景を考える必要があると思います、あのやはりあの日本のエネルギーミックスを考えるにあたって、温室効果ガスの削減ということと、それから電力コストの抑制ということと、自給率の回復という3つを目標として掲げてエネルギーミックスを作りました、それで、えー、石炭火力の新設プログラムがある一つの大きな背景というのは、原子力の再稼働の見通しが全然立っていないと。 いうところが一つ大きな要因としてあるのではないかと思います。で従いまして、え日本での石炭火力の新設というものを最小限に抑えるという意味で最も効果が高いのは原色の再稼働というものを着々と進めていくということではないかというふうに私は考えております。それからあとあの海外への技術移転と。 いうことでございますけれどもあの、要はベースラインをどう考えるかということだと思います。要するに日本があ高効率石炭、あるいは効率の高い石炭火力技術を輸出しなければ、じゃあ海外はあ、発展途上国は石炭を使わないのかというと、やはり石炭が一番安いエネルギー源である以上、彼らはどっちにしても使ってしまう、でその場合にはおそらく中国のさらに質の悪い石炭火力技術を使うことになるでしょうし、あるいは今ある効率の悪い石炭火力を引き続き使う。 ととということになるそれと比較して、日本が輸出した技術によって、どれだけ CO2 の削減が図れるかということで考える必要があると考えております山添拓君次に平田さん人に伺いますが、例えばヨーロッパの脱石炭連盟に見られるように、国内では石炭火力の新規建設を停止をして、そして既存の石炭火力も段階的に全廃を目指していくと。 また、対外的には途上国への支援も停止するという合意がされる、これはあの日本とは今、有馬参考人からもお話しあったような、日本の国内の動きとは異なる動きがあるかと思います。これはあの温暖化対策をえ一段上に置いたようなエネルギー政策の転換を進めている、そういう姿勢ではないかと思います。日本がパリ協定を締結し、国際社会に対して脱炭素化目標を約束しながら、 これとは逆行しかねないような姿勢を示し続けている、その最大の要因は、あの平田参考人は何だとお考えでしょうか、またその解消には、何が必要だとお考えでしょうか平田参考人、はい、あの最大の要因は、エネルギー基本計画で原子力と石炭火力発電所をベースロード電源で位置づけ、引き続き石炭火力を使い続けることができる、それが重要だという政策方針が発表されている、それが市場にシグナルを 送っているということが最大の問題だと思います山添拓君ありがとうございますあのパリ協定に締結した国の中には、えー、その目標と現実とのギャップを埋めるためにまあさまざま困難がありながらも努力を重ねている国もあるかと思います先ほども平田参考人からご指摘ありましたが今年の1月26日にドイツ政府の諮問委員会が2038年までの脱石炭を宣言したと 報じられております。あのその内容とまた平田参考人の評価ですね、えー。またその日本の脱炭素化目標との関係などについて、まご意見ありましたらぜひお聞かせください。平田参考人。はい。ドイツはカーボンがあの掘れるあの石炭。 のまあ産出国でありまして、えー、現在、電力の38%を石炭火力に依存しているということで、日本よりも石炭への依存度が高い国であります。しかし、2038年までに、えー、段階的に石炭火力発をゼロにするともう、脱原発を決めている、えー、ドイツが、 脱石炭も決めるということは、えー、これが、あの、パリ協定に基づいて取るべき、えー、ドイツの選択として他に取りようがなかったということを示していると思います。この2038年という時間は、パリ協定に比べれば、まだ遅すぎるということで、すでにドイツ、ヨーロッパでは、この方針に対しても、えー、大きな批判が上がっているほどでありまして、まあ、これに比べると、日本の計画、現在ある計画は、えー、 政府の26%削減も、エネルギー基本計画も上回る勢いで計画が進んでおりまして、環境大臣も環境アセスメントの中で、日本の目標と整合しないということを言っている、それぐらいの勢いで進んでおり、しかし、それにもかかわらず、何らかの政策的なえ抑止が働かないということは極めて問題だと思っております。山添拓君。私もその矛盾があるだろうと思っています。 今、ドイツが脱原発を掲げ、まあ、かつ脱石炭にも大きく踏み出した、えー、その点の評価がありました。原発は、世の調査で国内では再稼働反対が6割に達しています。この世論は、福島第一原発事故によるふるさととなりわいの喪失、あるいは放射能汚染の危険という、他のどの公害とも質的に異なる深刻な被害が国民的な経験となっているからにほかならないと考えます。一方で、 原発が必要だというときの、その主張の、えー、主な論拠はコストとされます。で、政府も原発が低コストであることを前提に、再稼働で電気料金は下がると、こう主張しています。で、しかし果たして、この原発というのは低コストなのかと。この間、政府を挙げて推進をしてきた原発の海外輸出が相次いで破綻をしております。安全対策費の増大による建設費の高騰が、その背景にあるとされ、日立政策所は、 イギリスの原発建設プロジェクトについて、経済合理性の観点から凍結だと決定をしています。2030年エネルギーミックスで原発20から22%という目標は、再稼働どころかリプレースや新増設を前提としますけれども、福島事故以後の新設原発というのは、これはメーカーの想定をはるかに上回るようなコストがかかり、 したがって民間事業として成り立たないということが、この海外の事例からも明らかになっていると思います、もちろん事故対応費やバックエンドコストも未知数です、でコスト面でさえ今、原発の優位性は乏しくなっており、補助金に依存するような状況です、あの私は温暖化、気候変動への対応というのは、コストが著しく下がっている再エネを政策の柱にすることが、世界的な趨勢でもあり、また日本もその方向へ思い切って転換するべきだと考えますけれども、 この原発の海外輸出の破綻を踏まえて、この点についてのご意見をあの有馬参考人と平田参考人にお伺いいいたしますはい、有馬参考人、はい、あの海外であの日本の原発輸出プロジェクトが次々に頓挫しているというのは、私は個人的には非常に残念だと。 いうふうふに思っておりますあの私は日本にとって、日本が永遠と築いてきた原子力技術というものを維持するということは大事だと思っておりますし、そのために海外での原発輸出プロジェクトというのは、国内で当面、新増設が難しいという中で、えー、一つの方法としてあり得るのではないかというふうに思っておりました。であの今回あのイギリスそののの他でう、ね、うまくいいいっていない一つの理由というのは 特にイギリスの場合には、あやはりその過去30年にわたってですね、全く原発の新設をしてこなかったと。したがって、あの計画とか工程管理についてのですねノウハウというものが、もうイギリスの方でほとんど消滅をしていたというところがあり、それで非常に時間かかってしまったというところも大きな要因としてあるというふうに承知をしております。で、またあのこれは日本の事例とは違いますがあ例えば EPR とか AP1000 とかですね新しいあの炉型ということになりますと運転実績がないので、えー、予定よりも コストオーバーラン長期にかかってしまうというようなところがあるのではないかと思いますそれで原子力は確かにあの安全対策によってコストがアドオンされたところはございますがやはりその発電する量の膨大さということを考えますと追加的なコストがキロワットあたりのコストの上昇分ということになると小さくなりますで再生可能意義についてはあその発電コストが下がっているのは事実でありますがあそのための、えー、系統安定費用というものも合わせて考える必要があるというふうに考えております 原子力の,あの新規の建設がコストがかさむということは、もはや気候変動の問題で、原子力が一、えー、つの重要なオプションになるんではないかという議論を あの、が出たときに、全く、あの、相手にされない議論になっていると思います。新しい、あの、新規の原子力発電所は極めて高コストである。あの、山田先生がおっしゃった、あの、論点に、あの、尽きると思います。またあ、あの、うん、あの、既存の、ま、再稼働でございますけれども、あの、現在においては、え、先ほど私が示し、お示ししました、石炭火力と同じように、再生可能よりも、コスト面で優位にあるのが現状だと思います。しかし、これから、 2050年に向かって、さらに太陽光や風力は5割から7割コスト,コストが下がっていくと、もうキロワットアワー,ターは5円をはるかに下回るような規模で発電ができるようになると、そういった時に原子力発電がいくらコストが安いといっても、それに打ち勝つことはもちろんできませんし、先生がおっしゃったように、バックエンド対策ですとか、さまざまなコストで十分に検討ができてないことでコストがかさみうる原子力発電と比べれば、今、再生可能エネルギーに転換する ことが、えー、あの最善のオプションでありまして、えー、原子力発電の再稼働という回り道をすることが日本の脱炭素化の、えー、実現を遅らせるのではないかと思っております山添拓君ありがとうございました他に御発言はございませんか、はい、八田和子君はい。国民民主党の八田和子です、えー、本日は参考人の皆さん、えー いいただきありがとうございます改めてお話をお聞きしまして、えー、やはりあの地球の温暖化対策として、脱炭素が必要であり、そのために、まあ、脱石炭火力というような流れはよく理解ができました、ただ一方で、それを進めていくための課題も多々あると思います、特にです、ね、あの民間企業の立場からすれば、そのエネルギーコストが増大していることによって、 まあ産業を日本の産業として国際競争力に大きなダメージが与えられていくのではないかという懸念があります。えー、加えて、秋元を参考人申し上げたとおり、経済とその環境の両立を可能とするためには、サイバーフィジカルとおっしゃいましたような、一定程度の,その技術革新をやはり進めていかなければいけないという問題とともに、有馬参考人からは、脱炭素への イノベーションというお葉を使われたと思いますけれども、革新的な技術開発への投資というものがですね、やはり必要なのではないかと、でなかなかですね、その電力料金が実質的にこの上がることを想定した場合にですね、 その企業個別企業としては、R、R&D に対する投資が難しいという現状があるかと思います、本来であればもっと革新的な技術革新をですね、R&D で投資をしてやりたいという思いがあり,ありながらも、できていないというその現状も含めて、まあ、国がどのようにそれを後押しすべきなのかという問題について、お二人の参考人に意見を受けたいと思います。有馬参考人 ありがとうございますあの今、矢田先生の方からお話がございましたように、あの企業が R&D に投資をするということは極めて重要であって、政府の R&D 予算というのもありますが、何といっても民間企業の努力というのが必要になると、でそうなった場合に、やはりあのマクロ経済環境がです、ね、良好でないとあ、どうしても企業の収益が左前になってしまうと、リスクのある革新的な技術の開発よりも、今ある技術の改善ということになってしまうと。 したがって、まずは良好なマクロ経済環境が必要であり、そのためには電力料金の大幅な引き上げということは回避すべきだと思います秋元参考人。 あの有馬参考人とご意見一緒でございますが、やはりその投資環境、そして R&D への投資っていうのは、民間企業が促進するにはです、ね、非常に良い企業環境,活動環境がないといけないということだと思います、その中で先ほどもご説明いたしましたように、電力コスト負担が大きくなっている産業が、非常にその低成長になっているという状況がありまして、そうすると、新しい投資も生まれないし、 良い経済活動も生まれない、悪循環に入ってしまうということで、いかにこれを好循環化していって、ですね低炭素化につなげていくかということが極めて重要だというふうに思いま矢田若国ありがとうございますあのおっしゃるとりだと思います。 なかなか一、ね、企業があのもちろん意識をして R&D 投資していかなければいけないんですがその電気料金が上がれば当然のことながら事業にも大きく影響を与えるわけで半導体等のです、ね、撤退等も含めてです、ね、やはり今、そういう産業が衰退するというような事態も起こる。 できているのでは,いではないかなというふうに思っております、まあ、一方でですねそのほかにもあの切り替えをしていくということについては当然秋元参考人があ議論されているような排出削減に伴う膨大な費用というものが発生するという現実がありますまあこれをどのような形で負担をしていくのかなかなかそういう論議が政治の場でも行われておりませんし国民レベルでもそういう 認識がですね薄いのではないかというふうに思います、えー。どのような対策戦略が必要となってくると思うかということで秋元参考人にお伺いをしたいと思います。秋元参考人。<coughs> あの、私、いろい,いろなところで講演してもですね、特に主婦層などに講演しても、意外とその再エネの付加金がですね、相当大きな形で家計の負担になっているってことは、ご存じない方がかなりいらっしゃいます。あの、大体ですね、標準家庭では今1年間でですね、再エネの負担が1万円ぐらいになっていると思いますが、そのことをご存じないという方々が多くて、こんなに負担しているんですか、ということを しちゃいますそれはびっくりされます、ただ、そういう状況をやっぱり知らず知らずの間に家計を圧迫してです、ね、そうすると、その他の消費に行かなくなってるわけですね、そうすると、もしそれがなければ、もっと消費を行ってです、ね、もっと経済が良かったはずなんだけども、実際には経済が下がってきてしまっているという状況があります、これは我々認識できていませんけども、本来であれば、この再エネ賦加金等がなければです、ね、おそらく今の1.3倍ぐらい経済は良かったっていう試算す ぐらいは出てきますので、えー、そういう状況があるにもかかわらずそういう負担をしている。要はそれをなくしていかないと、解消していかないといけませんので、やはり私はイノベーションをまあ推進しながら、ただそこに至るまでは時間がかかりますので、やはりバランスを取ったですね、えー、対策を取って、えー、脱炭素化の道を探っていくってことが重要だというふうに思います。やだわ子君。ありがとうございます。最後にあの、えー、有馬参考人にもう一つ。 お聞きしたいんですけれどもあの現実的にですね今、いろんな論議がある中で政府が示しているその原子力発電20から22%という数字がまあ,ありますけれども、まあ、それがあのやっぱり原発、この目標ですね維持をしながらやっていくべきだという論議と目標数値変えていくべきじゃないかという、まあ、そんなあの国民世論もあります。 その意見が対立する中で、有馬参考人としては、ですねあの先ほども新たな技術革新という話もありましたけれども、現実的に今、この数値を置いて、ここに突き進むべきだと思われるのか、まあ、ベストミックスという中で、どのような数値目標をまあ持っていけばいいというふうに思われているのか、ご意見をお願いしたいと思います。有馬参考人 ありがとうございますあの現在あの、再稼働しているものが9基ございまして、それから原子炉の設置変更許可済みのものが6基あって、それからあとあの新規制基準への適合審査中のものが12基ございます、であの20から22%の根拠として、大体、まあ、30基ぐらいのです、ねえー、原発が稼働していることが必要だという試算がございますけれども、あの今申し上げた数字を合わせると27基ぐらいになると、でまだ20 2030年まで時間がございますので、やはり引き続き再稼働に向けての努力を続けると。 いいうことだとだ思います、まあ、あの電力消費についても、えー、思ったほど伸びないかもしれないと、いろいろな不確定要素がありますので、えー、その都度立ち止まりながら考えるということではあると思いますが、やはりあの今の時点で、えー、原子力のシェアの目標というものを取り下げるという状況では私はないだろうというふうに思います、はい、矢田和歌子君。はい もう一問、いきます。時間がありました。すみません。有馬さん、これもう一問だけお願いします。あの原発輸出の問題です。先ほどもお話ありましたけれども、あの。 過去ですね、やはりアベノミクスの成長戦略の柱の一つとして、えー、開発途上国における大規,模大規模な火力発電所の建設等を掲げてきました。ところが今、あの国際的にもトルコ、イギリスの原発の挫折、東南アジアにおける石炭火力発電のプラント輸に対する住民の反対運動の高まりなどがあってですね、状況が大きく変わりつつあります。まあ、こうした状況下の下で、我が国が今後ですね、海外のその、 発電事業の開発に貢献するとすればどのような分野が有力と考えられますか。はい、ありがとうございます。参考人、ありがとうございます。あの、えー、原子力の輸出については当然相手のある話でありますし、それからあと事業環境の問題もございますのでなかなかあ大規模プロジェクトであるかというように難しいところがございますけれども、あのやはりあの海外の、えー 発電プロジェクトということで言いますと、これから増えてくる石炭火力をどんだけきれいな石炭火力として使ってもらうかということがありえますし、それから中長期的には CCS、CCS を使った技術で海外の石炭火力からの排出の削減に、大幅削減に貢献をしていくということが考えられるんではないかと思います、中期とそれから長期と、両にみの対策が必要だと思いますはいありがとうございましたや、ありがとうございました。 八郎義雄君、えー。立憲民主党の八郎義雄と申します。今日は、あの、三人の参考人の皆さん、大変ご苦労様でございます。有馬参考人にお聞かせをいただきます。私は、あの、北海道で、先般の、えー、大地震の被災をしたんですけれども。まあ、三日弱、電気がなくて、電気のありがずさ、それから。まあ、なぜああいうふうに、全土、全部。まあ、北海道も島田というのは、よくわかったんですが。えー、電気が通じない事態でございました。 ただ一か所、オフシリ島は単独電力ということで、停電はしませんでした。まあ、その中で、やっぱりこの集中型の大型電源から、地域再生分散型のこのエネルギーに変えていくべきだという形で、まあ、私どもあの枝野代表、先般の通常国会、冒頭、本会議の代表質問でも、 このことを質問しましたら安倍総理も賛成いたしました。あのまた私どもこの国会分散型エネルギー社会推進四法案を出す予定にしていますが、この考えはいかがでしょうか。有馬参考人。ありがとうございます。あの、えー、方向性としてあの再生可能エネルギーの増大をしていく。そのために分散型電源の役割を増やしていくと。 いうことについて私も賛成でございます、あとはそれのためのタイムフレームをどの程度に考えるのかと、あのやはりエネルギーインフラを置き換えていくということは膨大なコストがかかるとで、そのコストというのは結局のところ電力料金という形で最終消費者が負担をしなければならないということになります、であの私が先ほどから何度も申し上げているのは、やはり日本のエネルギーコストというのはものすごく高いという現状があると。 でそういう中で、どの程度の電力コストの上昇というものを感受していくのか、あるいはどの程度以上であったらああ、そういった上昇を抑えていかなきゃならないのかと、そういったことを考えながら進めていく必要があるんではないかというふうに考えておりますその中であの、八<郎>固定買取性のフィットは、まあ、そういう面では技術革新がどんどん太陽パネルだとか、えー、風力発電もあのコストダウンをさせてますから、あの固定的にずっといく問題点は、私はあると思います。 同時にあの今それが契約されているからということで、送電線が使えないと、今、北海道なんかは、糞尿のバイオガスですとか、あるいはもう風力でも太陽光もどんどん作りたいという方が多いんですが、むしろ送電線の空きがないということで、これがネックになっておると、えー、ですからもっともっとですね再生可能エネルギーは普及する余地が十分あると、あるいは先ほどお話しあったように、もうキロワット5円4円程度にあの下げるんじゃないかと、この考えはどうですか。 有有馬参考人有馬参参考考人人ありがとうございますあのまずあの、送電線の空き容量につきましては、ですねあこれはあの経産省の方でも、私が承知している限りでは、コネクトマネージという形で、今ある送電線の空き容量というものをできるだけ作っていって、えー、従来のようなあ非常に硬直的な対応ではなく、できるだけ空き容量を活用させるということで、今、方針を作っているというふうに承知をして、えー、ございます。 それからあとあ、再生可能エネルギーのコストが下がっているではないかということについてはおっしゃるとおりなんですけれども、あの再生可能エネルギーを導入するにあたってのやっぱり系統安定コストというものはやはり無視できないというふうふに思います。特にあの再生可能のシェアと いうものが総発電量の中で相当程度増えてくるということになると、おそ,らくその系統安定コストというものは膨大になってくるという可能性があるので、単に発電コストだけを見るのではなくて、再生可能エ義を導入するための、例えば送電線のコストであるとか、あるいはバッテリーのコストであるとか、あるいはバックアップ電源のコストであるとか、そういったものも全体として評価をしながら、再エネの導入を考えていく必要があるというふうに考えております八郎義雄君。 あの秋元参考人にお尋ねしますが、今回の第5次のエネルギー計画のに携わったというふうにお聞きしましたから、まあ、今回は前回を踏襲して、まあ何ら変更ない形で,です、ねえー、原子力発電についても、石炭火力についてもです、ね、えーまあ、固定的であって、非常に私ども残念で、今言ったようなその技術革新を含めてです、ねえー、コストダウンはもうかなりこの変化しておると。 私はそういうふうううに思いいます、まあ、そういう中で、えー、例えば石炭火力についても、えー、ベースロード電源というふうにしてますが、えー、環境省は一方で、えー、この石炭火,発の火力のお新規、あるいは更新は反対すると明確にしてます、政府の中でも違うような対応なんですが、これはどういうふうに見てますか。秋元参考人 えっとですね、あの先ほどの前のご質問の時に有馬参考人がですねご説明になられておりましたけれども、私の考えではですね、やはり石炭火力とですね原子力っていうものはですね非常に似た特性を示すわけでございます。何かと申しますと燃料費が非常に安価で一方で設備費が高いという仕組みでございます。そうしますとベースロード電源というふうに決めてるわけではなくて結果として経済合理的に動かそう。 とと思うと両方ともベースー度で動かすことが経済合理的なのでそういう形になるということでございますよってです、ね、原子力が再稼働しないとです、ね、か石炭火力を再え作るっていうことが経済合理的になりますのでそういう意味で各事業者がです、ね、石炭火力を作ろうとしているという状況でございますよって再稼働が原子力の再稼働が進んでくると自動的に石炭火力の方はあの経済合理性を失ってきますので石炭火力う経済合理性を失ってきますので 炭火力は退出してていいくくようなな形になってくると思いますそういう意味で、あの非常にその、えー、経済合理的な行動が何なのかということをよく理解した上で考える必要があって、えー、そ,その意味で原子力はそう言ってもです、ね、大幅に今の状況で再稼働ができないとなると20、20%ぐらいがせいぜいかなという思いがありますし、それに対して見合いという形で考えますと、石炭火力の比率がです、ね、自動的に決まってくるということでございます。そして、えー、やはり再生可能エネルギーの コストは非常に低減はしてきてますけれどもベースロード電源を 置き換えるよううなな能力はいいというわけです非常に負荷変動が、えー、多くありましてこのずっとですね、えー、夜もずっと運転するということができませんのでそういう面でベストミックスが必要だとよってこのエネルギー基本計画はそういうコンセプトよくこのエネルギーの中身をですね理解した中で決まっているということで,で今の状況の中でまだ原子力の20%っていう目標は、えー、変えなくても実現できる可能性があるのでそこに向かって頑張っていきましょうという のが今回のエネルギー基本計画になってますので、私も支持しているというところでございます八郎吉尾君あの例えば、石炭化合物は更新なり新規をかなり今やってますね、これは先ほどお話ししたように、40年の対応年数とすれば、今後40年後までその石炭化ガスまあ一部では九州電力のように、それをあの液化ガスに変えるというような動きも出てますから、やっぱりその国の計画方向性というのは非常に大事で。 現状固定的に見るのか例えばドイツはもうすでに再生可能エネルギー40%ですよ、これがあのい,いわゆる過半を占めるようなあの電源にならないというのはよくわからない話であの、今は非常に家庭の負担が多いといっても、それは先ほど改善をしてい,いけばいいことであって、必ずしもです、ね、あのもっともっと多くする場合に、国の支援というものはあの下げる、ゼロにするということは私はあると思いますから。 まあそういう点で,で、やっぱり我々の考えは固定的にする必要はないと思います、そこで、あ,あなたにあの意見を言う必要はないわけで、聞く側でありますから、原子力発電の問題に行きますけれども、先ほどもいろいろお話ありました、英国がこの日本の日立を受けれない、じゃあ、トルコが三菱重工業の 原子力発電を受け入れなかった理由、それから東芝が、えー、この原,力原子力発電から撤退した理由、私はそこからいけば、ですねやはり原子力発電が安全性対策を含めて、かなりコストアップになると、あるいはさまざま後処理を含めれば、ですね必ずしもこれが全くの民間ベースで、このエネルギーを賄うと、コストを考えるとすれば、 私は原子力発電、例えば年代年、2010年代も、57基世界で原子力が発電がこの開始されたといっても、中国とロシアで43基、もうほとんど国策としてやってますから、これ自体大きな課題はありますけれども、私は原子力発電がこの安定したものとして、この日本が持っていくという形にはならないと、どうしてもですね、 昨年のあのような北海道地震でも、もしくは泊まりの原発の直下に、あのような地震が起きたら、どうなったのかなと、これはわれわれ、この災害が多い中では、この政治の難階では考えなければならないと、こう思うんですが、有馬参考人にその辺の形、教えてください。 まずあの、世界であの原発がもう高くなって競争力を失っているんではないかという、あの八郎先生の,あのご指摘でございますけれども、今、イミジンコも八郎先生がおっしゃいましたようにあの、日本は海外の原発プロジェクトでなかなかうまくいってないところはあるわけですけれども、ロシア、中国、韓国はです、ね、非常に海外の支持を取っているということで、世界の国が原発から撤退しているわけではないという事実がまずあると思います。 それからあとあの、北海道であのおお泊原発の直下で地震が起きたらどうなるかと、そういったあの家庭の質問にはなかなか私も答えがたいところがあるわけですけれども、あのそういったことがあって、あの原発のです、ね、安全基準というものも非常に格段に強化をされて、多重の防護システムというものができているのではないかというふうに理解をしてございます,終わります竹内慎二君。 えー、公明党の竹内慎司です、えー。本日は三人の参考の皆様、えー、貴重なご意見をお忙しい中あの聞かせていただきまして本当にありがとうございます。まずは、えー、感謝申し上げます。は、え、じ、ー、めにですね、有、え、馬、ー、参考にお聞きしますけれども、あのー、まあ日本のようなエネルギー自給率が、まあ、極端にえまあ低くなっている国では、それぞれのエネルギーの長所と短所というものを考えながら長期的にやはり安定した電力供給というものを、えー、冷静ななんか観点からですね、しっかりとあのー。 っていくとこういうやっぱり姿勢が大事だと思うんですけれどもで、2030年のこのエネルギーミックスの中でも、やっぱり原子力発電と、それから、えー、この再生可能エネルギーの この2つというものがあってで、なかなかこの原発の再稼働というものが、今、国内でなかなか政治的に、まあ、いろんな意味で難しいというのがあってですね、えー、その中でやっぱり再生可能エネルギーは期待しすぎて,てはいけないと思うんですけれども、やはりこの伸びしろがあるところを伸ばしていくっていうような、そういうことはやっぱり大事だと思うんですね、ただ、先ほど秋元参考人と有馬参考人が、もう本当に強調してらっしゃるように、温暖化は重要なんだけれども、やっぱりコストはすごくかかると。 で例えば、えー、電力っていうところで言えば、えー、低所得者のご家庭の皆様っていうのはある意味では電力っていうものが非常に敏感に値上げというものにはこう身近に肌で感じるわけですねであるいは中小企業でやっぱりあの電力のそういうかなり、えー、仕事で電力を大量に使うとこれもまた電気料金上がっていると一般の家庭よりは かなりこう打撃を受ける、まあ、そういうある意味では、非常に生活に、またはその社会に大きなインパクトのあるものだというもだ、だから、そのコストっていうのを考えなくちゃいけないっていう面があると思うんですね。で、国際競争力っていう大きな面ではつながっていくと。で、そこでただ、この再生エネルギーというものを、この比率をもう一度伸ばしていく、当初の,あのエネルギーミックスの。 パーセントよりもその時に、やっぱりこの、えー、導入に伴う付加金みたいなこの部分と、直接的なコストみたいなものと、送、まあ、電ネットワークみたいな、間接的なこのコストみたいなもの、この両面を考えて、まあ、これだけコストがやっぱりかかるんだなとで、これは先ほど秋元さんにおっしゃったように、なかなかこれ、国民には理解されていないっていう面もあると、これもしっかりご理解をいただきながら、で、しっかりとやっぱりこの再生エネルギーっていうのは、コストはかかるんだけれども、ただ、 必要な面もあるんだと。そこのバランスが非常に重要だと思うんですけれども、この辺、あの、有馬参考人のご見解をお伺いしたいんですけれども。有馬参考人。 ありがとうございます。あの、今、もう、あの、竹内先生のおっしゃった通りではないかというふうに思うんですが、あの、まさに、あの、ベストミックスというものを考えるということと、それから再燃についてももちろんコストがさらに下がるということもあると思いますし、それから再燃を増やす場合の、その、系統に吸収するためのコストがどれぐらいかということをきちんと考えて、それからその時点での化石燃料のコストというものも考えて、全体として電力価格が上がらないような形で、どうやってネウイミックスに使う、あ あのう二十六パーセント目標に近づけていくかということは常にやはり考えなければいけないと思います。ありがとうございます。滝地信二君ありがとうございます。えー、それでまあなかなか難しい問題なんですけれどもあのお二人の参考人の方がやっぱり強調してたのはイノベーションであり技術革新という観点だと思うんですけれどもやっぱりあのこの電力という面で言ってもですねやっぱり原子力の安全性の向上っていうのも技術ですし。 再エネのコストの低減という面でもやっぱり技術ですし、化石燃料発電の,の CO2 発生を抑えるというのも技術だと思うんですね、で幸いなことにこの日本というのは、非常にこの技術というものを武器にしたこの国で、国家であって、非常に、えー、やろうと思えば、ここに国際貢献につながるようなことはできると思うんですけれども、で、有、え、馬、ー、参考人と、えー、それから。 あの秋元参考人にお聞きしますけれどもそうするとこのそれぞれあの先ほどの意見表明の時にあの例えば有馬参考人はあの18ページのところのこのイノベーション鍵ということで、まあ、ここにたくさんのこのさまざまな、えー、イノベーションの種類があるんですけれども一体この先特に日本という国においてやっぱりこの全部やっていこうとらみのようにやっていけばいいのかそれとも、えー、ここが。 結構日本では得意分野だとこのイノベーションっていうのに少し政府も力を入れるべきだというようなそういう焦点となるような分野があるのかということをあの少しお聞かせ願いたいんですけどお二人の参考人順に聞いてもよろしいでしょうか。有馬参考人ありがとうございます。あのまずここにごねあのございますリストの中でですねあの特に日本にとって重要だと思われるのは一つは水素。 これについては、昨年、推所閣僚会議というものもやって、日本としてぜひリーダーシップを取っていきたいという意思を明確にしております、それからもう一つは CCU だと思います、あの出てきた CO2 をどう活用していくのかと、あこれが単にあの待機中に出て,ってしまうんではなくて、それを使って、例えばメタンを作るとか、あるいはプラスチック、あるいは建設材料を作っていくと。 こうういいった技術の目処というのとがありますそうなると化石燃料の利用というものと CO2 の排出削減というものは両立できると、えー、こういった点で、しかも国際的にも非常に波及可能性が高いということですので、そういったところを中心に私はあ突っ込んでいくべきではないかというふうに考えております秋元参考人。はいえーっと あの、私の所属している研究機関はですね、この CCS を技術開発している研究機関でございまして、まあ、あの、私のやってる仕事は少し違うんですけども、研究機関で、そういう面で CCS はですね、非常に重要な技術だというふうに思っております。ただ、あの、全体を眺める必要がございまして、要は、 温暖化へのリスクの対応ということが重要で、要はコストが安い技術で削減が大きくできる技術であるとか、コストが安いんだけども、量はあまり稼げない技術とか、コストは高いんだけども、ものすごく大きくですね、削減できる技術といろいろあるわけでございます。要は我々はですね、温暖化のリスクがどこまで大きいのかってことを見極めながら、そして技術がどれぐらい進展するのかっていうことを見極めながらですね、その技術のポートフォリー を作っておく必要があるといいうううふうに思うわけでございますそういう面でどれかにかけるっていうことではなくて今の段階では、まあ、全部かけるいろいろかける必要があるとただあまりに大きくですね全部、まあ、ディプロイメントと言いますけども展開しすぎるとですね要は導入しすぎると非常にコストは政策的なコストがかかりますので技術開発の部分にとどめておいてですね研究開発を進めていくものとですねあの安くなったものを大きく展開するですねサポートをしていくものと ちゃんと技術をを分けながらですねあのリスクをしかも、温暖化のリスクを見極めながらやっていくってことが重要だろうというふうふに考えているところでございますただあの、もう一度強調ですけど私のプレゼンの中で AI とか IT の可能性というものはものすごく大きいというふうに申し上げましたけどもこれがその有馬参考人の資料の中では18ページ目の一番上のところにあるエネルギーシステム統合技術というところにあ当たると思いますけどもそういうものは特に経済合理的にですね大きく削減できる。 余地があるという意味で重要だというふうに、まずは考えているところでございます竹内慎二君。そうそう最後ですけれども、えー、今言ったこの IoT とかこの AI、この部分で電力の消費というものがあ、すみません、あの最後に秋元参考にお聞きしますけれども、この、えー、技術革新みたいなものが社会にインパクトを与えてで、最終的には電力とか、それから地球温暖化にも、えー、貢献していくと思うんですけれども、これ、どのぐらいのこの。 スピードの中でどのぐらいのインパクトがあるようなものなのか、ちょっと難しいのかもしれないんですけれども、あの国民の方でも分かるような形で教えていただければありがたいんですけど秋元参考人。あの AI とか IT の効果っていうのはですね、ものすごく社会にですね、幅広く普及する場合がありまして、この効果をですね、読めればですね、私はベンチャー企業を立ち上げて大金持ちになってるかもしれない非常に難しい問題でございますが、ただですね、例えば我々自動車、マイカーはですね、5%ぐらいしか稼働しておりませんので、それが完全自動運転になって、稼働率が例えば4、5倍になれば、それだけ自動車の数がいらなくなりますので、そうすると波及して、 ですね鉄の使用量が減るとか、プラスチックの使用量が減るという形になってくるわけです、しかも我々はマイカーという所有が前提だったわけですけれども、そうではなくて、シェアしながら、ですねユーザーとなっていくという社会に変わりますので、全然あの今のですね社会が変わっていく可能性がある、これは自動車だけではなくて、ですね例えば食料システム全体で考えても無駄が非常に多いわけです、これも無駄を削減するっていうのは、今の状況ではなかなか難しいわけでございますが、IT とか AI によってです、ね、自動的に需、まあ、給のバランスを取ってです、ね、無駄を省いていくというのは、これは技術のコストが安くなって、それが実現できるという形になりますので、そういうイノベーションの機会というのはものすごく大きいというふうに思いますので、社会としてです、ね、これの重要性というものを認識して取り組んでいくということが大事だと思います。ありりがとうございまました終わります次に今三君 日本維新の会と基本党の共同会派でございます、えー、義馬と申します。以後、意気かやということで、ご紹介変ていきたいと思いますから、どうぞよろしくお願いしたいと思います。今日は3名の参考人の先生方あ、知見の高いお話をいただきまして、えー、感謝と御礼を申し上げます。あの基本的なこととかかららお尋ねしたいと思い思ますから 五三名の先生方に共通の質問を一つ差し上げたいと、思いますあの温暖化問題等を含めて、う、えー、さらく前提は京都議定書やあのパリ協定書などを中心にして、この問題がグローバルの問題として、えー、取り扱われて、それぞれ、えー、国々が CO2 の削減等の含めて、えー、課題を持ってやっているところです。 先ほどから3先生方の話の中で GDP の上昇と CO2 の上昇は同時変化をしていくと上がっていくと GDP 高めたら CO2 も今の状況では自然に高まっていて相反する部分があるというようなことでございましたがあの主にです、ね、例えば再生可能エネルギーや で原発やあるいは化石燃料やその他、いろいろ燃料ありますけれど日本があの国際的にもそうですけれど日本国内自身の,その温暖化対策の課題として、えー、そのエネルギーミックスをどういうような構成でやっていけば課題達成に近づいていくのか3名の先生方はそれぞれ 違ったた点がありましたけれども例えば電力依存度の話あるいは再生エネルギーの話あるいはカスキー燃料のお仕事を増税していく話これいろいろみんな対立点があってですねどこでこのエネルギーミックスを調整して電源構成というかこういうものをうまくしていったらあ理想的なというか目標の達成のスケジュールができて 具体的なに実施して、成功を収めていくかということをちょっと聞きたいんですね、例えば CO2 だと、これ、化石燃料だと CO2 がよく出る、えー、それから原発だとゼロエミックスにならない、いいです、ねえー、例えばそうだと思うます、核燃料使用済みのゴミが残って、これの最終処分どうするんだと。 いううこととはゼロ型に反していると思うんですそれから再生可能エネルギーはたくさんありますけれどその中で、えー、これは CO2 を全く排出しないというような3社違ったような経済効果と CO2 の増大と,と対立するようにこの3社3様でいろんな特性があってこれをミックスしてどこにどう位置づけてやった方が 手っ取り早く、一番スピードよく目標に達成するのか、それをです、ねえー、先生方、平田先生方順にお話しいただければと思いますから、会長お願いいたしますそれでは、順番に挙手の順番でいきましょうかはい平田参考人。はいいありがとうございます 日本は資源のない国でありますし、化石燃料もまあ原子力を使うにしてもウロンも有限、ウランも有限な資源であります。あのそのことから考えますと、長期といってもまあ2050年には日本は再生可能エネルギー100%を目指すというまず大きな方向性を示す必要があると思います。その過渡的な道筋として2030年の今のエネルギーミックスは再生可能エネルギーを大きく引き上げ 上げ40%以上に引き上げる必要があると思いますしそれは今計画中のものも含めれば十分可能だと思いますその分を原子力発電所はゼロにそして残るところを石炭ではなく過渡的に天然ガスを利用して再生可能に向けていくという方向を取るべきですそうした方向性が示されることによって先は先ほど来まあ主張されていますコスト削減の努力技術開発の方向性というものが明確 現在のままだと、企業は石炭火力に投資していいのか、再生可能エネルギーに投資していいのか、原子力にどこまで頑張ったらいいのか、解目むしろ方向性を見失うようなあシグナルしか発されていない、ここを明確に方向性を示すことによって、むしろ進むべき方向に、気候変動にも資する脱炭素化へのコスト削減と技術開発こそが生まれてくると思います有馬参考人。はい あの私はまずあの、2030年につきましてはあの、現在の政府が出しているネイミックスというのが、ある意味で、えー、最適解であるというふうに考えております。それから2050年ということになりますと、非常に不確実性が高いと、われわれとして脱炭素化を目指すという方向は分かっているわけですが、あそれが例えば、次世代の原子力技術で実現されるのか、あるいは CCS、CCUS で実現されるのか、あるいは s u s で実現されるのか。 あるいは再エネ。え、この、こちらのコストは間違いなく安くなるでしょうが、そのバッテリーが本当にそんなに安くなるのかといったいろんな不確実性があります。それであるがゆえに、あの、2050年について、エネルギー基本計画でエネルギーミックスを示してないというのは、いろいろな技術の可能性というものを引き続き探るということだと思っておりますし、これから、あー、えー 30年先ということを考えますと、やはりあのそういった形でその都度立ち止まりながら考えていくということが、日本の置かれた状況、それからコストの上昇というものをミニマイズしながらやっていく上で、極めて、えーまあ、プラグマティックなやり方ではないかというふうに考えております。参考人 えっと、あのまさにおっしゃられた通りで電源にはです、ね、長所と短所があるということでございますどんな電源であっても長所と短所を持っているとよってミックスが必要であるということでございますでエネルギー基本計画でも 3E プラス S と言っ,た言っているのは全くそういう状況でございましてただ、この 3E プラス S の中のです、ね、バランスをどう考えるのかということに関しては人によって考え方が違うということでございます。プラスは大全 前提でございますが原子力の危険性をですねものすごく強く認識される方と、経済的なインパクトをものすごく強く認識される方、そして気候変動問題を非常に強く認識される方、みんなそれぞれ違っているわけでございます、これは正しい議論でございまして、ここにいらっしゃる方も当然皆さん違っていると思いまして、それは正しい議論だと思います。 絶対的なですね正しいだとい回とううふうには思っておりませんただ、2030年のエネルギーミックスということを考えますと、政府が出している数字は、まあ、おおよそ妥当なものではないかなというのが私の感覚でございます。ただ、長長期、まあ、長長期と申し上げているのは2100年とかそんなイメージですけれども、そういう意味では脱炭素化が必要ですので、技術の動向、そして国際情勢を踏まえながらそちらに向かっていくということは必然必須だというふうに思います。たださら らに2050年という断面で見ると、やはり声も同様でございまして、国際情勢がどうなのか、要はみんなが協力できるような形になっているのかどうかとか、ですね技術の動向がどうなのかということをよく見極めながら決めていかないといけないので、だからエネルギー基本計画も伏線シナリオと言ってるわけで、これも正しい方向だというふうに考えているところでございます今光の先生方、もちろん学者、研究者の中で意見が違うのはいいんです。 また僕らはそれをとって参考にして勉強を重ねて、えー、国会ですから、えー、ある時点である程度のことで導き出して決着をつけなければならないと思います、えー、先生方、専門方がばらばらなことをおっしゃるから素人を困っちゃうんですねだからぜひどの辺がまとめる場所だということはやはりね提示して、えー、専門の先生方が提示していただいた方が国も我々もですね えー、あそうなのかということでね、えー、理解してまとまる可能性、可、えー、可決されるる能性があるんですねそれで、あのー、あ有馬先生、教えていただきたいんですが、ゼロエミックス、これ、現在、どういう状況にあるんでしょうか、ゼロエミックス社会を作ろうつって、えー、相当前からやってきた私も行政におったから。 最終処分場をなくすことをやって成功しましたけれど、現在どの程度、あの原子力のゴミも全然最終処分できてませんし、えー、ゼロエミクションとしてはのこ、えー、提供されてないんですが、その現在、あるいはどういう地域に、えー、どういう地位にそれが、えー、分離されているのか、ですね微量プラスチックの話もありますね、そういうのを時間ですけれど、少し教えていただければ。 有馬参考人先生のご質問はあの、最終処分のお話ということで、ゼ、はい、ロ MX にしようと、社会に最終処分につきましては、あの経産省のほうであの適正マップみたいなものを作ってです、ねあの、全国の中で、えーまあ、地質学的に見て、可能性があるところというものを選んで、えー、47都道府県一あの、一応一巡して説明をし、 えさらにあの関心を持っているところに対して二重目の説明をしているというふうに、えー、承知をしております。あのこれはあの非常に時間のかかるプロセスであって、えスウェーデンでもフィンランドでも三十年以上時間をかけてやっております。従いましてあのすぐに結論が出る話ではありませんが、あの根気強いあの地元との対話が必要ではないかと考えております。山光君、谷、はい、ご発言はございますか。浜野義久君。 はい、えー、国民民主党の浜野義文でございます、えー。3人の参考人の方々に一問だけお伺いをしたいと思います。あのカーボンプライシングについてのです、ねえー、賛否、及、えー、びあのその理由をですねあのお伺いしたいというふうに思います。CO2 の大幅削減に関しては、ですね、えー、イノベーション、技術革新が必要だということは、まあ、これはおおむね意見の一致するところだと思うんですけれども。 それに向けての方策については、ですね意見が分かれていると、私はあの認識をしております。炭素税とか排出量取引、これがですね後押しをして、技術革新に結びつくんだという意見もありますし、一方では、阻害要因になるという意見もあるところであります。大体ですね、あの環境省が前向きであると認識しておりますし、一方、 経済界、産業界は否定的という構図だと思うんですけれども、それぞれの先生方のお考え、そしてまあ賛否のその理由ですね、えー、ご説明をいただければと思います。以上1問お願いします。有馬参考人、はい、ありがとうございます。あの、えー、論理的に言えば、あの外部不経済である温暖化対策に対して炭素に価格をつけるというのは経済学的に合理的な手段だと思います。問題はあ世界全体で 統一的なカーボンプラシスというものが導入されていないと、各国で対応がまちまちになっているとでそれによって各国の競争力に与える影響もまたまちまちになっているとで加えて日本の場合にはエヌルギーコストがそもそも各国と比べて非常に高いという問題がございますしたがって日本でカーボンプラシスを導入するということになった場合にそれが国際競争力に悪影響を与えないような形に十分な配慮が必要でそういう議論をまずやっていくべきだというふうに考えております 秋元参考人 あの基本的には私もあの全体像としてのカーボンプライスカーボンプライスというのは炭素税と排出量取引というこれ明示的な炭素カーボンプライスと言われるものがありますけれどもそれ以外にも暗示的なカーボンプライス規制とかです、ねあのまあ、自主行動計画みたいなものもそうになりますけれどもそういういろいろなカーボンプライスがあるわけでございます要は、えー、ベ,ースラインベースラインという成り行きに任せておくと CO2 が増えてしまうのでそれに対して二度目標とかですね 排出を抑えていくという意味ではカーボンプライスは必要だというわけでございますそういう面ではカーボンプライスには賛成しているということでございますただこれはもう有馬参考人と意見一緒でございますが国際協調がこの場合何より重要だということでございます特に明示的炭素税や排出量取引でカーボンプライスをですね明示的に引き上げようというふうに考えた場合には特に日本は製造業が強いわけでございますけれども製造業のエネルギー コストを上げてしまうことになりますので、競争力に影響が出てくる、結局、日本が削減できるかもしれないけれども、そう削減できた場合には、今度は海外で,です、ね、別のところで作ってしまうということで、世界全体で CO2 は全然減らない、もし,ももしくはです、ね、日本の方がエネルギー効率が高いので、日本で減らした分、海外で出るとです、ね、世界全体で見ると、むしろ排出が増えてしまうという事態になりかねないので、そういう面で国際協調があれば賛成ですけれども、国際 調がまが、あ、今の状況を考えると、まあ、かなり難しいという前提の下では反対だということでございます平田参考人、はいえー、カーボンプライシングという制度は、まあ、二酸化炭素を排出することを抑制するために、その排出に対して、えー、二酸化炭素を排出する行為や、えー、二酸化炭素を排出する製品に、まあ、コストをかけていくと。 いうような仕組みでありますので、これは削減を、まあ、け経済の仕組みから、えー、牽引していく非常に重要なツールだと思っています。また、えー、このカーボンプライシングを入れると非常に大きなコストになってしまうんだということがありますけれども、実際に、えー、事業者に対して、えー、追加的なカーボンコストがかけられると単純にそれを負担するという選択肢を取るということではなくて、むしろそれを回避するためにより大きな投資を起こしたり、 あるいは技術開発だけでなくさまざまなソフト面での取り組みで削減を進めようという試みが生まれたりあるいはもっと安い費用対今まで発掘されていなかった費用対効果のいい対策を掘り起こすというようなさまざまな 地のイノベーションも生み出すすとということであります日本はその意味でカーボンプライシング、炭素価格が低いがために、限界削減費用はな、押しなべたら高いかもしれませんが、あちらこちらに存在する、まだ費用効果的な、費用対効果の良い,い対策すら見出されていない状況があります。こうしたことを底上げしていく仕組みとしても、カーボンプライシングによって炭素価格を上げていくというのは、新しい経済を作っていく、脱炭素の経済を作っていくために、 必要な制度です無茶なエネルギーコストを、あ無茶に導入して、乱暴に導入してエネルギーコストを押し上げて、えー、特定の産業に激変を起こすようなカーボンプライシングには私も判断でございますけれども、国際状況も踏まえながら、適切な制度設計を行い、カーボンプライシングをあの導入していくということは今、必要なことだと考えております。片山大輔君はい 日本維新の会、希望の党の片山大輔と申します。えっと、私はまず、あの、パリ協定のですね、あの、各国の削減目標についてお伺いしたいんですが、その、去年の年末にあった、あの、コップの24のタラノア対話で、まあ、その各国が、その、目標の上乗せを、まあ、言及する中、日本何も言わなかったんですよね。それで、ご存知のように、日本の目標は2020年に、2013年の比で26%。ント。だこれ、あの、先ほどは、えっと、 か秋元さんでしたっけねあの各あの世界でも見ても高い方だからとおっしゃってたんですが、これ26、26%からの上乗せは、これ、可能なのかどうかというのを聞きたいと思ってます、それで特にその2030、えー、年の時には、やっぱり人口減少だとか、それから経済がね、あまり成長しないんじゃないかって、こういう要素もあるんだけど、そういうのはあまり考えられてないですよね、この数字の中には。それも含めててどうかお考えして秋元参考人 お答えいたしますが、あの、我々の分析では人口の減少等も踏まえて分析をしております。ただ、その経済の成長率については、政府がその当時エネルギー、長期エネルギー需給見通しを作った段階での1.6%程度のですね、経済成長を見込んでいるということでございます。もしこの経済成長率が低くなればですね、あの、先ほど分析した、まあ、限界削減費用というものがですね、もう少し小さくなるか 性は あると思いますただ、えー、あの、普通に1、ト以上ぐらいの成長が少なくともあった場合には、少なくとも欧州レベルぐらいの限界削減費用にはとどまるだろうというふうに見ております。そういう面で、えー、これ以上深掘りするというのは、そう容易ではなくてですね、特に今、原子力の再稼働がなかなか進まない中でですね、セン原子力20%を前提としておりますので、そこが難しいという中で、じゃあ逆にですね、それを再生可能エネルギーで補う のかとなると、さらにコストが上がるということになりますので、非常に難しい目標だというふうに思っているところでございます。今日あれですかね、あの山君お三人ともにもちょっと聞きたいんで、簡単にもしいただければ。有馬参考人、ありがとうございます。あの私もあの26%というのは。 まず26%の達成をに最大限の努力をするということが先決だと思います、今、足元の状況を考えると、あの原発の再稼働というものが、順調に進んでいるとはなかなか言い難いという状況の中で、それを上乗せするということは、どうしても再エネの上乗せという話になっていて、それは間違いなくコスト増につながってくるということなので、まずは26%をきちんと達成することを、見込みが立ったところで、それをさらに上乗せできるかということを検討すべきだと考えております。 平田参考人 はい。この26%削減の根拠になっている活動量を見ますと、先ほど秋元さんもおっしゃったように、政府の高い経済成長、まあ、あの経済成長を前提にしておりますし、素材の生産量などについても、まあ、現状のまま、えー、生産をしていくというような前提になっておりまして、ここが崩れれば、この目標の前提は大きく崩れるのかなと、まず思っております。しかしながら、私が問題視しました石炭火力発電所の新設というのは、えー、さらに政府の目標を回る あのスピードで進んでおりますので、これが排出増加をする要因にあのなりうるということは懸念しておりまして、ここは今、分かる道だと思います。しかし、今、石炭火力発電所の新設を見直していくという、あの転換を図っていく、えー、ということがあれば、再生可能エネルギー、今、接続をできずに、ま、あの困っている事業者さんもいるぐらい、えー、ニーズはあるわけで、需要側のニーズもある,あるわけなので、そこを引き、 出していく目標引き上げということは可能であり、それをすることによって達成をすることはできるようになると思います片山卓君。今、原発の話をされたから、ちょっと原発も聞きたいんですけど、その原発はその新基準になって、その延長するにもね、まあ、いろんなコストがかかるようになったわけですね。先先ほどその有馬先生はその削減 あの温高の削減のためにはコストがかかると言ったけど、そのあらゆるコストの中で、その原発を再稼,再稼働させるために、これからかかるコストっていうのはね、それが見合うものなのかどうなのか、それをちょっとお伺いしたいんですが、どちらでも結構です。有馬参考人 あの原発の再稼働に伴うその安全対策のコストというものはどうしたとしても、あの原子力が発電する膨大な発電量というものより割り戻しますと、あのそれは再エネの新たな投資、それに伴う固定価格買院取り制度のコストというものと比較をすると、疑いなくそちらの方が、つまり原子力を再稼働させる方が、費用対効果は私は高いというふうに考えております。秋元参考人 あの、まあ、電力会社はですね、経済合理的にですね、畳むのかどうかという判断をしているというふうに思います。要は、残り期間がですね、寿命が短いと思うとですね、あの、安全対策、追加安全対策を行ってもですね、例えば残り10年しかないとかなりますと、10年ぐらいしかないということになりますと、追加対策を行ってもですね、コストが高いので、 ペイしないのでですねだから廃炉の選択をするというようなことをするわけでございますが、ただ、全体として見ると、やはりまだ温暖追加対策を、安全の追加対策をしてもですね経済的に見合うので、非常に特に再稼働の場合は安価にで,すできますので、そういう面で経済合理的な行動を取っている結果、再稼働をですねできるだけ進めていくというような方針にもなってますし、民間企業もそういう動きを取っているということだと思います。 そうするとですね、やっぱりその再生可能エネルギーというのが、これがやっぱり伸びないと思うんですよね。だから私は、さっきカーボンプライシングの話が出てたんですけど、やっぱりカーボンプライシングもやっぱり導入して、それで、それでデカップリングもなんかその、成立しないんじゃないかみたいなことを言ってましたけど、世界のトレンドはどちらかというと、デカップリングも可能なんじゃないかという、今がトレンドなんじゃないのかなと私は思ってるんですが、それをもってやっていく努力をしないと、2050年80%減というのは絶対無理だと思いますけれども、そこどうでしょうか。 秋元参考人 あのまさに努力をしていくってことに関しては賛成だしデカップリングを実現していくって方向性をですね見出していくって努力は非常に重要だというふうふに思いますただ現状でそうなっているのかっといいますと一部の国はなっているように見かけ上見えるわけでございますがそれは産業を移転してですね他の国に付け替えているだけなので世界全体で見ると全然デカップリングができていないというそこを変えていくのがイノベーションだということで でございますどうぞ、あのお二方どうぞ、今、私が申し上げとことも思っていたことは、秋元先生に言われましたのであの、これで終わりにしたいと思います <laughs> 平田参考人。はい、あの今あ,のあるコスト、それから今ある経済合理性。 がどうであるのかということについてはお二方の先生がおっしゃることが恐らく正しいのかもしれませんけれども今私たちがエネルギーインフラを置き換えるのには時間がかかるというお話もありましたように今の あどの時点での経済合理性を見るのかということは非常に重要かと思います。再生可能エネルギーの普及のスピードやコストの低下は、あらゆる研究機関が行っている予測を上回るスピードで進んでおります。そして日本では2025年にその転換点が来るといったときに、同じようなこの場で経済合理性が同じように語れるのかというと、もうすでに世界像は、あの、大変なスピードで変革を遂げているということを見据えた選択が必要だと思います。 最後に、のことは今、先ほど2030年のエネルギーミックス、いろいろなまあその複数考えているというか、オプション考えているとおっしゃってたんですが、それで2050年の80%減というのは本当、可能だと思いますかその連続性がきちんと保てるのかどうか、私、これ、疑問に思うんですが、どうでしょうか秋元参考人。 あの政府、少なくともです、ね、あの地球温暖化対策計画に書かれている80%削減はです、ね、いろいろな条件がついておりますあの日本国内で単独で80%削減をやるというふうには書かれていないというふうに思います要は海外への貢献等も含めてです、ね、80%減をやる可能性も含んでいるというふうに思います要はあの我私の考えはそういうふうに80%をやれるです、ね、技術等が ちゃんと開発してですね、やれればですね、国内で80%削減をやればいいというふうに思いますけれども、そうじゃないときには、海外を含めてですね、日本のいい優れた技術で海外に貢献することによって、海外で削減した部分に関しても、日本の CO2 排出削減のコントリ、CO2 削減のコントリビューションだということで、80%のうち数として考えることだってできるフレームになっていると思いますので、我々、あまりその厳格に国内でこの2050 年にタイムフレームを切って、ですね80%削減だけを考えるとあの、コストが非常に負担になったりですね、そういうことを考えられますので、全体としての戦略として80%を目指していくっていう姿が必要ではないかというふうに思います有馬参考人80%という目標の性格なんですけれども、もともと世界全体でですね温室効果ガスを半減しましょうと。 そういう中で先進国としてリーダーシップを取って80%をしましょうと、これがあの80%という数字の根拠なんですけれども、世界全体で CO2 の削減を半減するという国際的な合意ができているかというと、なかなかそれがまだできていないという状況でございます。で日本ででそそのの中ををどれれだけやるるかととというここは結局のところそれを可能にする技術が われわれの手元にあるかということが決定的に重要であって、やはり重要なのは80、80%という数字よりも、80%、あるいはそれに準ずるような大幅削減を可能にするような技術を手にする、それがわれわれが目指すべき目標であって、その技術のコストをどんだけ下げるのか、あるいは技術のパフォーマンスをどうやって上げていくのかと、そこをこそわれわれは目標を設定してやっていくべきではないかというふうに考えておりまわかりました、ありがとうございました。谷、ご発言はございますか。 他にご発言もなければ以上で、参考人に対すする質疑を終了いたします秋元参考人、有馬参考人および平田参考人におかれましては、長時間にわたりまして、貴重なご意見を述べいただきまして、本当にありがとうございました。 本日お述べいただきましたご意見は、今後の調査の参考にさせていただきたいと思います、えー、思います。本調査会を代表いたしまして、改めて御礼を申し上げます。ありがとうございました。本日はこれにて参加いたします。